ひなちゃんと、ゆな、ゆめなと、うん、ハートあり、あ、おたこありがとうございます。そう、やったんだけど、今日も、今日もね、とりあえず最近よく一緒にいた帰りと一緒に配信しようっていうことでこの場を設けたんだけれど、みんな情報仕入れてますか？ね、ちゃんと仕入れてますか？どうですか皆さん。そう、ついさっきの出来事でしてね。うん、さっき、もしかしたらわからない人もね、まだ知らない人がいるかもしれないけど、さっきのサメカツナとおつぼね公園がね、の劇場公演でね、ちょっと七子パイセンがねなんかね、卒業するとかおっしゃってるんですよ。おっしゃってました。うん、そう、な、昨日一緒にいたが、そう、昨日一緒にあんなに楽しくゲームさしてたのにさ、うん、急、まあね、急なもんだよ、なんだと思うけど、そうね、卒業って急なんだなって、そう、改めて私さ、その見てて最後の方、うん、ですごいさらっといった、うん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 、さらっと、でもすごい涙うるうるされてて、うん、こみ上げるものがありますよね、うんうん、待って、くしゃみが出そう、理由出してください。で、なんかすごいはっきりハクションっていうタイプのくしゃみだった。わざとです、これは。演じてたの？演じてたわけじゃなくて、うん、ハクションって言わないと、うん、すごいね、もう盛大なね、とんでもないくしゃみをしそうだから。なるほどね、わざと押さえて、これ。なるほどね、そう、よいしょ。そう、さ、そのことがね、さっきちょうどさ、うん、本当配信予定したもう10分ぐらい前のことだったよね。そう、公演終わりに配信するつもりだったから。そうだから、めちゃくちゃね、奈々子さんのその卒業発表と、ゆな子のね卒業発表の時も私ショールーム配信してて、おお、めっちゃ似たような感じだった。あ、そうなんだ。そう、配信中だったの？あ、中じゃないか、配信中だった。あ、中だったの、うん、あ、そっか、日野はサメカツナじゃないのか。え、そうだよ。なんかちょっといそうだなと思って。そうか、そうか、悲しいよね、うん、マジで。本当に、うん、今月2人目ですからね、発表。発表はそうだね。それをちょっと、そうそう。いや、じゃあそれというか、いや違う、789で辞める事実がやばい。やばい。え？789、そうだね。あ、という事実がやばい。思想でしないキスから4人減ってる事実がやばい。そうなんですよ。そうなんだよね。そう。とか言ってさ、日野がここで発表したらどうしよう。え、ここで私からお知らせがあります。そうそうそう、どうしよう、怖い。怖いだろ、それは。ちょっとだいぶ怖いだろ。そう、怖いよ。やんないやんない。いつ卒業発表しようかな。いつどこでやろうかな。あ、公演かな。やっぱり公演なのかな。でも、どうなんだろう。ファンのみんな的にはさ、うん、直接卒業発表、推しの卒業のタイミング、卒業発表のタイミングはなんか目にしてしたいなみたいな、そういう声も聞くのよ。でも気になる、それは、うん、でも逆に言うと、なんかそれはもうなんかこう事実を目の前でね、ショック受けるからあんまり得意じゃないって人もいるし、そう、どこで発表すらいいんだろうね。とはいえね、あゆ太郎さんみたいにさ、配信で発表するとかもあるじゃん、はい、ショールーム配信だったよね、うん、そう、今私は盛大に幅を明るくしようとしてます、うん、みんなだって、ひのちゃんなりの明るくの仕方が こちらです。みんなだって、いや、そうだよね、暗いよね。みんなだってもう暗い気持ちでしょ。そうだよね。いや、気持ちはわかるのよ。毎月さ、
毎月毎月さ卒業発表さされたらさ、ファン的にもね、ファン目線的にも、そうだよね、辛いと思うんだけれど、そうでもアイドルってそういうもんなんだよなっていうのがすごい私個人の意見なんだけどね。あ、思います、私も。あ、本当？うん、はい、そうアイドルはなんで人生で捧げられるものじゃないじゃん。うーん、一時的な、そう今しかできないからこそ、はかなくて美しいものなんだけれども、そうなんですね、そういうものなんだけれども、そう今しかできないからこそ、うん、輝いてるものなんだけれども、まあ寂しいよね、寂しいっつうか辛いよね。わかる、わかりますよ。じゃあめっちゃもしかして携帯映ってるな、私帰りの配信に。ああ本当だめっちゃ映ってたわ。全然あの自分の配信の画面見てるだけなんだけど、ひのちゃん、うん、ここで見えてるよ、うん、そうね、30日にテラヒナの卒業公演が決まったし、そうだね、そうなんだよね、ね、まあそんな決まったさなかの出来事でありましたが、そうなんです、いや寂しいよね、わかる、うん、でもなんかもう本当になんか、うん、こう気持ち的にはなんだろう、どんな気持ちかな、難しいな、言葉にするのは難しいけど、難しい、ちょっと、うん、うん、でも、うん、あのその私もこれ個人のショールーム配信でよく言ってるんだけど、今こうやって卒業するメンバーがこう連なってるのはしょうがないことだと思うの、うんうんうん、なんでかっていうと、うん、そのアイドルはまあ、賞味期限があるじゃない、うんうん、どんなに長くてもまあ30歳とか、うん、30歳前半とか女性だったら特にね、でみんなね、うん、大体同じ年ぐらいにさ入ってきて、でちょうど今 NGT も7年経って、うん、そりゃ重なるでしょうよと、うん、その推しアイドルが卒業するタイミングはもう比例なんていうの、加入のね経歴年、うん、加入してからの年と同じように比例すると思ってるの、うん、だからその1期生の先輩が7年やって、うん、まあ、私たちが何年やってる、4年4年やってきて、それぞれちゃんとその卒業確率が高まってる状態で、それが今重なってるだけだから結構ガチでしょうがない話ではある。私たちが1期とドラさんと2期しか存在してないから、しかもドラさんと2期はほとんど一緒だし、加入年としてはね、そうなんですよ、そう、ね、まあつってもしょうがないって言われて、はい、そうですかとはならないけど、だからもう悲しくて立ち直れないよって人はもういっぱい泣いて、とにかくいっぱい落ち込んで、落ち込んだ上で最終的には推しメンの取った選択を尊重してあげてほしいなって思うわけですよ。花子さんは芸能活動か、ね、あの残られるらしいのでね、うん、そちらをねみんなでするというのがね、うん、会える機会はきっとあるさ、うん、そうです。なんかさ、あのさ、うん、例えば私とひなだったらさ、うん、どっちかがどっちかの卒業公演しかさ現役としてさ、うん、参加できないってちょっと悲しくない？あー、ちょっとわかるよ。そう、なんかこう卒業が続いてるからさ、うん、自分の卒業公演ってなんかどんな感じになるんだろうとか、うん、こう手紙が誰なのかなとか、はいはいはい、どうなんだろうって考えた時に、え、うん、え、日野っているの、そも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 、そうそう、ね、日野っているのとか、そう、誰々いるの、いてくれるのかなって、あの先に辞めた方がそうそうそう、いろんな人出てくれるっていう、そう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 、いなくなっちゃうからだからすごく嫌な状態、
いるのって普通に、ね、疑問になったし、私は逆にその日野の時に入れるのかっていうのもあるじゃない、日野のドレス姿を生で見れるのかっていうさ、なんか、うん、どっちかだから、それがなんか元気でね出れるのどっちかだから、うん、ね、すごい確かにそれはね、うん、これ結構メンバーならではだとは思う。おそう、ステージに立つ時になんか妄想するならではなんですけど、そうだね、この曲やりたいけどこの曲一緒にやりたいこの人はまだいるかなみたいな、そうこの曲をこの子と一緒にやりたいけどこの子がいなくなっちゃうかもしれないんだったら、そうもういないかもしれんなみたいなね、わかるよ、そうなんですよ、うん、私はあの日野とっていうか日野を2人でやりたい曲じゃないんですけど、うん、日野に参加してほしい曲があって、もうここでちょっと言いたくないんですけど、あ、言いたくないんだ後で聞く、後で聞いてる、うん、なんですけど、ね、うん、日野とやりたいのが あるなって思ったけど、うん、でもこの話を思い出して卒業公演の時に君村はいるかいないか、そういるかいないか問題、うん、それはどのメンバーもそうだな、うん、しました、わ、うん、かるわ、でもだって自分が卒業ってなった時に同期少なかったらちょっと悲しいもん、そうだよね、なんかそういう気持ちも拍車をかけてる気がする、うん、卒業ラッシュに ねかもしれない、でもあのそのなんで NGT がじゃあなんでっていう話をガチな話をするとときメッセが終わったからだと思うんだよね、うん、そうだね、ときメッセのコンサートができてかつねアルバムも出せて、うん、後輩も来るってなって来るし、区切りというかさ、うん、そのなんだろう、うん、新しい節目に入ろうとしてるこの時だから、そう、もうやりきったなって思う気持ちはわからんでもない、正直そのそうだよ、ね、コンサート念願のときメッセでのコンサートできて、うん、でアルバムも出せて、うん、ね、そうアルバム出せてって思うと。そう、ね、うん、だから全然メンバーの気持ちもすごい分かるから、うんうんうん、だからね、うん、なんだろう、なんで今とか気持ちは分かるけど、みんなの気持ちも分かるけど、でもそう分かるけど、うん、分かるけど分かってあげて、うん、嬉しいコメントあった、ね、新しい節目も一緒に過ごしたかった、あ、ね、確かにね、それを締めに行ってあげて、確かにね、そうだよね、そのコメント素敵、うん、そうなんかさ、そういうファンの方の気持ちで意外にその一言でこう救われたりさ、それがなんか、ね、うんうん、前向きになれる一言でもあったりするから、そういうのはね、うん、結構大事ですね、そうね、うん、すごいタコありがとう、ひのに、ひのにタコありがとう、ありがとう、すごい今日ね NGT48 デーっていうのもあってさ、うん、そうだね、そうだね、ね、ひののあれもあるよ、何アバター、ねえねえ、そう、なんかひのアバター作ってた、そうそうでしょ、私アバター、アバターじゃないの、それも青いやん、え、どういうこと、アバターじゃないの、あ、アバターか、アバターはだって青いやん、あ、映画の、タコもありがとうございます、チンアナゴありがとうございます、水族館行きたいありがとうございます、びっくりした、ね、ギフトもたくさんありがとう、うん、よかったらまたゲットしてください、ぜひぜひ、僕らは受け入れるしかない、そう、もう私たちも一緒ですよね、でも私たちがどんなに止めてもね、うん、いやそうだと思うよ、結局本人が決めたことだから、そう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 、だから、うん、まあ一緒に、でもそのなんだろう、あのね、これからも推しメンにもっとその活動を続けてほしいってあの思ってるのであれば、やっぱなんだろう、その続けてるアイドルであるうちにもう、うん、なんていうのかな、もう後悔なく推し切ってほしい、そうだね、応援というものですかね、例えば、うん、なんだろう、こうどんなにアイドルを続けたくても、例えばそのうちの話じゃなくて、うん、こう例えば地下アイドルさんとかがさ、うん、どんなにアイドル好きでどんなに楽しくても、うん、やっぱりそこで見つけてくれるファンの方がいなくて、そのなんだろう、資金が足りなくなって倒産しちゃいました、うんうんうん、解散ですってなるのはよく聞く話じゃないですか、うん、それもそう、それも同じで、うん、私たちもというか、うん、応援はきっと力に、うん、そう、応援してくれる
ファンの皆さんがいないと、こっちも満足のいく活動はできないしね、うん、伴うのでね、結局あの厳しいけれど結局、うん、結局そこである、そうだよね、シビアな世界だもの、ね、そう結局そこにたどり着くことが、まあ、多いのは事実、うん、あのそれで周りにどうこう言われるんじゃなくて、うん、それでこっちの心が折れるじゃん、うん、そう結局、うん、そう周りにあの言われるんじゃなくて、うん、ああもう私はもうダメだ、これ以上未来がないなって思ったら、うん、あのだからもしかしたらねセカンドキャリアを探すようになってしまう、そう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 、また一つの例ですけれども、うん、そういうのももしかしたら自分の心の中で卒業が生まれる時なのかもしれない、タコありがとうございます、ね、やっぱあると思うよ、他のメンバー、その今 NGT が卒業してるメンバーたちがどういう思いで卒業を決断したのかっていうのは私たちもわからないけれど、うん、でも、うん、一アイドルの意見としては、うん、そのそういう、なんだろうな、気持ちが重なってる上だから、うん、なんだろう、例えば次にやりたいことが見つかりました、てってれーん、てってれーん、最近アイドルとしてちょっとなんだろう先行きが不安だな、うん、ね、っていうことが重なったらそれは卒業する、そうだと思いますよ、っていう話だよね、うん、それにつながるのかもしれないですね、間接的に、うん、もういろいろがもうおおおおおおお、それはすごいね、分かるな、それはね、あのみんなもね、あの薄々気づいてたのかもしれないけれど、うん、それはねみんなもね忘れないでほしいかな、うん、うん、ナナコさん自身が他のメンバーの卒業あるためにそう言ってた、あ、そうなんですね、なんだって、ナナコさんがこのようなことを、うん、あの他のメンバーの卒業発表があるたびに、あ、うん、いや私もそうだからね、いや思ってた私も、うん、なんかでもうまくひのみたいに言葉にできなかったから言ってなかったんだけど、めっちゃ説明口調でごめん、うん、ごめんなさいね、いやみんなは多分ねこういうのは嬉しいと思いますよ、一緒に集まって、え、なんかさメンバーと集まると私、うん、なんか真面目な話とかおショールームでしないでなんかいつもふざけちゃうだからなんかこんなにちゃんと話せる機能ならでは、うんうん、あ、これ取るわ、玄米茶だねねえ、そう飲んでた、ちっちゃい、なんか今日さ、朝さ、なんだっけ、うん、トウモロコシ茶飲んでた、コーン茶飲んだ、あ、そう、コーン茶、トウモロコシのヒゲ茶、うん、そう、カイリちゃんも真面目な話できるとこみたいな、え、なんか私一人だったらまだできるんですけど、メンバーと一緒にいるとなんか、うん、なんだろう、なんだろう、うん、そう、こんなに落ち着いてメンバーといるとふざけちゃうんだ配信でね、配信ではね、でも、うん、あ、ふざけちゃうっていうか、なんだろう、真面目なんだろう、こんなに締まりがないというか自由になっちゃうんですけど、うん、ね、でも今日はすごい締まってます、うん、そう、ひなのおかげで、いや、うん、そうなんだよな、うん、暗い気持ちを少しでも和らげてくれてありがとう、そう思ってもらえたなら嬉しいけれど、うん、分かんない、なんか私のスタンスとしてはできればそういうなんかちょっと、まあ今回に関しては別に悪いことじゃないじゃん、別に卒業発表って、まあただきっと秘宝ではあると思うので、みんなにとって、うん、なんかそういうことがあった時にできれば私はいつも通りを届けたくて、確かにね、だから、いや分かる、ショールームもいつも通りやる、こう逆にそれを受けてなんか自分のメンタル的にもファンの方のメンタル的にもって言って配信をこうセーブするのか、うん、逆にみんなのメンタルも気遣って、うん、こうなんかこれからを安心していただくためにも盛り上げるのかっていう、悩むよね、うん、分かるよ、分かる、でも土初期は、うん、あの卒業発表やるとお通夜配信になっちゃう、え、分かる分かる分かる、それかもう配信やり今日は今日はみたいな、でもこうもさ毎月続くとさファンの方も不安に、うん、なんで不安にというか寂しさがもうさ、うん、込み上げてきちゃってさ、うん、え、うちのひのちゃんはうちのかえりちゃんはってなっちゃうかもしれない、うん、とりあえず一旦ゲーム映えたから大丈夫、そう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 、あの
ないから。そう。向こう。え、そうだよね。確かに。とりあえず、ね、とりあえず向こうな何年ぐらいはないかな。え、向こう1年はないよな、とりあえず。なんで向こうって何？向こう。あ、期限？そう。ああ、向こうというあの。でも絶対奈良子さんの前には卒業しない。そりゃそうだろ。絶対にそれそんな無礼なことはないです。急に8月末で卒業しますって言うのかと一緒です。わかる。奈良子さんのとも同時ともね。それはもう本当に。うん、とりあえず今年中はないな。ひぬちゃんも多分 それはないよね。一旦ちょっと保険かけとこう。そうだね。一旦1年はちょっと何があるか分かんないから。一旦ちょっとじゃあ安心してもらって。そこで一旦、ね、9月までは何もないっていう。ねえ、結構最近違う、奈々子さんに合わせて9月です。その9月に何も意味ないですよ。あ、そうね。奈々子さん合わせて9月下旬まではそ うん、はい。だからまあ2ヶ月は安心してゲーム。でもゲームもさ、すごい心配です。なんかこれ昨日ね加入させていただいて、うん、あ、これからじゃあ毎月奈々子さんとマリナさんとひのと楽しい配信をお届けできるって思ってたんですけど、うん、だってもうあと9月下旬ってことはできて2回できて、できてもうちょうど2回ぐらいできて2回かな、8、9だね。そうだよ。なんかでもね、奈々子さんちょっと匂ってたんですよ。匂うな。卒業集。あ、卒業の匂いってことね。うんうん、あの、なんだろう、うん、ちょっとそれ帰りの第6巻でしょ。あ、そう、私の第6巻なんですけど、うん、そう、勝手にまあ匂ってたんです。そう、ちなみにって言ってたの聞いてたから。そう、今日初めてひのに言ったんだよね。今日だっけ。あ、昨日か今日ぐらいに言わなかったっけ。今日かな、わかんない。なんか、うん、ご飯食べてる時に、私今日奈々子さん卒業発表するんじゃないかなって言い出して、急に。本当だよ、本当。ご飯食べてる時に言い出したの、急に。って私がこの後 NGT48 デーだし、うんうん、ちょっとあの日野の家で、うん、あの長めに配信しないかっていう風に誘ったら、いや私さって言いやがったの。そういう人。いや嘘だよ、ないって。そうだって日野がね、だってないって言ったの。だって今月だってユナコ卒業発表したし、うんうん、だって7月24日にはツアーもあるから今するかなって言ってた。そう言ったじゃない。昨日言ってた。だからあのとりあえずは一旦ね、公演終わりの配信にしようと思ったの、うん、で、うん、あの、うん、帰りがこっち向かってくる途中に、うん、まあでも今配信してるしなと思って、うん、だからつけてたらね、そしたら引っ越しましたやってたの、大坪での際に。ああね、うん、そうなと思ったら、うん、そうさらっと本当に卒業発表されてたから、うん、全然奈々子さんに相談を受けてたとか教えてもらったとかじゃないの、うん、なんか本当に匂ってて、なんとなくでしょ、うん、なんか匂ってたのと、あとなんか今日そのおつぼねさんとサムカツの公演があることがなんか重なって、もすごい匂いになって、忙しいからね今。まだまだ今忙しいし、奈々子さんもだってゲーム部からのだし、うん、なんでって言ってもすごい匂いになってて、あ、これはもしかして来るのかもしれないと思って、念のため、もう私も日のぐらい、あんまり人に言ってないんですけど、日のぐらいに、うん、もしかしたらちょっとやるかもって。そうなのね。そう、別に本人に聞いてたわけじゃないし、全然聞いてないです。ただなんとなく帰りの第6巻、本当にのやばいよね、第6巻って。待って、そう、ただの第6巻です。そうね、うん、うん、いや私は信じられなかった、うん、まさかびっくり。そうひのはまさかまさかと思ったけど、ちゃんとでもなんかひのがさ、うん、あのこうだからツアーもあるし、ゆなこも今月卒業発表したから、うん、ないんじゃないみたいな、それはもう自然状態じゃん。そうそう、説得させ、うまいうまい。だから私もちょっと一旦そこで納得したんですけど、うん、なんかそうだったわ。でもだったね、うん、まあまあなんか別にあんまり人の卒業発表をさ予想するのはあんまり良くないことだとは思う、うん、本当に良くないよ。いやなんかさ、全然喜ばしいことでもない。その私たちの場合はそのあのなんていうの、世間話としてさ、うん、なんていうのかな、いやと思うんだよね、いやまさかっていう話で、うん、実際そうだったから今言ってるけど、うん、なんだろうね、それでね、じゃあ次に卒業するのはね、きっと私は誰々だと思うってツイッターに投稿すんのはマジで、うん、あの嫌悪感しかないからやめといた方がいいぞ、うん、まあ、もちろんやめといた。あなた私ももちろんだけど、誰に言ってるわけじゃない、それはね、ダメ。そう、ダメだよ。それ見た時にね、あ、やめろって言ってんのかなこの人ってなるから、ガチでなるから。本当にマジでやめた方がいい。本当に私たちの心はもう本当にもうすごい繊細、ナイーブなの。あ、そうそうそう、繊細なの。そう、なんていうかもう本当に
なんかやばい期待、なんだろう、うん、何なんだろう、なんて言っていいか分かんないけど、そう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 、なんかこうもうこうツンって言ったらもうバンって、そう、いや、よく聞く、よく見るし、よく聞く、聞くとかよく見るからさ、うん、そう、次の卒業発表は誰々なんじゃないかなと思ってみたいな、でそれで不安、なんか推しメンの卒業発表が不安とかだったらまだいいんだけど、うんうん、いや卒業、次の卒業予想みたいな、次の卒業予想、誰誰誰誰みたいな、予想すな、やめて、怖い、まあ、思ったとしてもそう、それを、あの、なんだろう、大多数の方の目に留まるところに発信しなきゃね、そう、ね、なんかね、世間話でね、家族にさ、それで言うんだったら別にいいと思う、いいかって言われたらちょっと分かんないけど、まあ、どうかだったらまだあれだけどね、メンバーの目に触れるところでね、言うのやめてほしいね、確かにね、 それはお願い、繊細なんだよね、私たちは、うん、うん、ね、うん、本当に本当にも、うん、30日ってらひななのにも、うん、目がねすぎる私が、ごめんなさいね、ちょっと結構目悪い、目悪い、あら、私これメガネしててもちょっと見えない、そう、なんか目悪くなっちゃった、大変だわそれは、うん、大変だ、なんか私は逆にすごい目良くて、あ、そうなの、うん、1なの、そう、ええやん、そう、何なんだろう目の良さ、視力って、遺伝かなと思ったんですけど、家族もれなくみんな悪くて、みんなコンタクトの、私が母と私、妹とかはもう本当にコンタクトで、お父さんもコンタクトなの、へえ、なんでなのかな、なるほど、私はもう目弱い、弱い、うん、うん、うん、ね、ちょっと普通にツアーのリハもね、まああって、今日はなかったけど、そう、あの、溜まってる、溜まってるというか、やるべき仕事が多すぎてやばいですよね。わかる。カイリさん、ちょっと、まあじゃあね、卒業の話もね、まあ、全然まだできるんだけど、はい、正直、はい、その概念としての卒業についてね、はい、全然話せるんだけど、はい、まあ、ちょっとね、いつまでもそんな暗い話というか、まあみんなにとってはね、暗い話だと思うので、し続けてもあれなんで、うん、ちょっと、もともと予定してた話をしようかなと思うんだけど。そうですね。ね、なんか最近 ツアーリハでさ、忙しかったじゃん。うん。てかまあ今も絶賛だ、忙しいんだけど。まあそうだね、絶賛なんだけどね。そんな中彼女は活弁をね。そう。活弁って何かっていうのを説明していただいてもよろしくて。はい。活弁とは、うん、なんだ、活動の活に、まあ、弁当の弁っていう感じなんですけれども、はい、こうなんか。無声映画って言って、うん、音のない映像とか映画に、うん、こう弁士っていうこのなんか専門の話すプロが、うん、プロ話す人がこう音声を吹き込んで、うん、こう一つのこうお話に作り上げるっていうものでして、はい、うーん、なんかでも昔はすごい弁士がなんかそういうね映像に語りかけてなんか一本の映画作るとか、うん、そういう人がいっぱいいたらしいんですけど、うん、今が本当に少なくなったそうで、うん、でもこれを広めたいっていう活動の一環でなんか私もこう呼んでいただいて、うんうん、で今回2作品、うん、そうね、チャレンジさせていただきました。なんだろう、音のない映像に、こうなんだろうな、ナレーションをしたり、うん、その役、何役も声を変えて吹き込んだりっていう、うん、なんていうのかな、あの無声映画ってそもそもどういうものかっていう話だと、まあよく言うのはチャップリン、白黒の本当にコマ、写真のコマ撮りみたいな、そう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 、本当に音がないの、そう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 、何にも、すごい分かりやすかったのがさ、トムとジェリー、うん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 、みんな見たことあるかな、トムとジェリーって、あ、まあ、BGM 自体はあれど、うん、あれ声ないじゃない、ね、基本的には喋らないね、そう、ああいうのを無声映画、まあ、ああいう感じの無声映画、それになんか喋って、うん、現場でね、もうその声をつけるみたいな、うん、そうそうそう、すごいよね、そう、それをまさかさせていただいて、うんうん、なんか最初その話を何だっけな、
春先ぐらいにいただいて、はい、でもなんかそんなこと自分にできるのかと、なんか前回はすごいなんかめっちゃおまけみたいな簡単な感じではまあなんとかできたけど、即興って言ってた、そう、うんうん、でもなんかこうちゃんともう作品を2つなんてできるかなと思ってたんですけど、うん、なんかその時にマネージャーさんが誰かなんかメンバー呼んでいいよみたいな言われて、あ、そうなの？そう、うん、それで、うん、誰がいいかなって言ってずっとマネージャーさんと話してて、うん、なんかその時になんだろう、やっぱり活弁とかってこうハキハキと喋るやつだから、はいはい、なんか話がこう得意だったり、あとなんか恥ずかしがらずに、うん、なんだろうな、まあ、もし活弁やるっていうことになっても、はいはいはい、ちゃんと役に入り込めるメンバーがいいなって言った時に、うんうん、なんか私の中ではハルカ村のメンバーか、うん、ひのちゃんだったの、なんかハルカ村のメンバープラスヒノみたいな、なんかもう そこら辺かなみたいな、勝手に劇団のね、あ、そう実績があるからね、そう、一緒に劇団を毎月やってたしヒノはなんかその喋るのがトークが上手だから、多分活弁っていう初めてのものを見た時に、うん、あ、これはこう思いましたとかもちゃんとお話できるなと思って、ヒノとかがいいですみたいな風にお話を、うん、マネージャーさんとしていたら、ヒノ、うん、になったって、ね、三村に、そう、でもあのちょっとフリートークを全然できんかったんだよね、正直。いや、でも全然、あのね、なんでかっていうとね、うん、あの普通にあのすごすぎて活弁が、うん、全然言葉出てこなくて、わかる、ほほえみのジモン見た時私もそう、うん、本当になんか一客としてかもしれちゃったの、今回本当にそう、マジで気持ち悪い、ちょっと反省会なんですけど、うん、なんかそう、今回はその、うん、カイリのね応援メンバーみたいな形で参加させていただいたから、だからすっごいね、もう気楽な状態でさ、なんかもう帰り頑張れみたいな感じ、うん、テンションでさ、うん、見に行っちゃったもんだからさ、いや、いいんだよ、そうそうなんです、そう、ひなちゃんが来てだからね、ほんと一客として行って、あんまりうまいコメントできなかったけど、いやマジでよかった、心強かった、うん、なんかさ、ゲーム部もひなちゃんと一緒じゃん、はい、で、なんかちょっとコロナ関係で中止になってしまったけど、なんかまたひなちゃんと何かするお仕事が昔あったんですよ、昔何かする予定だったみたいな、うん、はい、なんかよくわかんないけどひのちゃんと一緒になることが最近本当に多いなと思って、うん、なんか何事っていう、何事じゃないわよなんでやいいじゃん別に、嬉しいんだけどさ、うん、なんでだろう、なんかいいなって思って、ええやん、理由なくても別に、うん、嬉しい、私もなんでかわかんないしね、そうそう、わかんないの、なんか別にさ、うん、日の帰りとかでさ、ファンの方に言われてるわけでもないし、ほんと、そう、言われてるわけでもないし、でもなんかわかんないけど、ひなちゃんと2人になることが、本当に最近、それこそもう活弁からゲーム部でも連日だったね、そうだよね、本当に多くて、そう、すごいいいバランスなんじゃないかなって、ね、どうなんだろうね、ゲーム部の時ちょっと思ったかも、ほんと、なんかさ、あ、いや、わかる、それは思った、ね、そう、そう、で活弁の話、活弁の話をすると、うんうんうん、あ、でも自分の個人配信でも話したんだっけ、あ、話した話したかも、うんうんうん、いや本当にそのめちゃくちゃすごかったっていう話、ありがとう、だからもっとたくさんの他のそのメンバーのファンの方とか、うんうん、他のメンバー私以外のね、うんうん、そのでかいりの活弁まだ見てないよっていう人にもそのちゃんとその押し目補正がかかってない状態で見ても通用するレベルのやだいいものだったの。いやなんかさ、アイドルってさ、その押し面だからこうなんかこう可愛くて微笑ましくて見られるみたいな、やっぱそういうレベルのものがなんだろう、なんていうのかな、まあよくある話じゃない、そうアイドルらしさっていう点で、なんかそうじゃなくてちゃんとそのカイリならではの面白さが あるから、きっと NGT48 のファンの方なら楽しめるというか、その方ならっていうだけでもなくて、うん、嬉しい、そう、本当にいろんな方にさ、嬉しいな、ちゃんとこう楽しんで見てもらえる嬉しいなものだと思ったよね、だから嬉しいです、なんか私朝すんごい緊張しててリハーサル始まる前とか、うん、ガチガチだったんですけれども、リハーサルが終わって、うん、まあ、ちょっと楽になって、うん、あとひのちゃんがいることによってそれがさらに2割減されて、うん、でファンの方もなんだろう、結構知ってる方とかいらっしゃったから ね、まあ、そこでまたほぐれて結構リラックスした状態でできたからこそ、うん、なんか、うん、
失敗せずにできたかなって。よかったよかった、よかった、ひもが来てくれて。うん、いや全然、むしろこういうね、新しいものを知る機会をくれた帰りにはね、感謝ですよね。みんなもきっとそういう方多いだろうしね。帰りが、帰りが今回そのお仕事がなかったら活弁というものをそもそも知らなかったって人も多分多いだろうし、確かにね、私もそうだし、お知るきっかけにはもしかしたらそうなってくれたのかもしれない。だからひなのファンの方、うん、でひなちゃんを見たいからその今回イベント来たって人も多分いたと思うんだけど、うん、何か多分でもね、そういうみんなもその活弁良かった。うそ、そう、え、ね、聞いて、なんかさ、うん、ひなのファンの方って、うん、なんだろう、ひなのさ歌でさすごい、なんだろう、もうここハイクオリティを見てきたわけじゃないですか、うん、今まで、はあ、なんかこうどこかにおしめを見に行くってなった時さ、ね、うんうんうん、歌唱力とかの、うん、もういろんなとこでさ、カラーズもそうだったけど、うん、もうひなのハイクオリティの実力実績を見てきたから、うん、なんか私どうしよう、大丈夫かなと思って、私のファンの方は多分前回も会ったし、うん、私がどういう人なのかはもしかしたら知ってるかもしれないけど、どうしよう、ひなのファンの方どう思われるんだろうって思ってうんうん、うん、で終わってからこうツイッターとか見たんですよ、ひな、うん、のファンらしき方なのかなって、はい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 、見たらすごいいいコメントをいっぱいしていただいてて、うんうん、そうそうそう、ツイッターとかでもね、こうやって褒めてくれるんだって、うん、そうそうそう、いや嬉しかった。ちゃんと、うん、ちゃんとね、こうなんだろう、私は今回本当におまけみたいなもんだったから、全然その自分自身としてもね、スタンスとしても、だからそうなんかこう結構なんだろう、これは個人的な話になるけど、私のその歌の場合だと、その歌唱力決定戦とかに応援メンバーをね連れていくんだけどさ、いつも応援してもらう側で見守ってもらう側だったから、こういうその見守る側になったのが、あ、なんか確かに、ま、そうだね、まあ、あんまりないからさ経験として、だからねすごい、あ、こんな気持ちなんだろうなっていう、そうね、本当にね誇らしかったわ私。おだから自信持ってください。わかりました、ちょっとじゃあ自信を持っていこうと思います。うん、だからねみんなにねもっともっとね見てほしいんだよね私は。嬉しい、嬉しいよね、なんかそう、あと、うん、そもそもね、あとその帰り関係なく普通に活弁面白いなって、ね、あの一番最後に大森弁士が長いやつやってたじゃない、うん、あの女王っていうね、うん、あれめちゃくちゃ面白い。私も普通に映画見てたよ、ね、わかる一緒に映画見てる感覚、映画見てたんだよねいや本当にメンバーと映画鑑賞会だった、そう、そうなんですよ、あれマジでよかったよね。私もそれ思った、そうそうそう、なんかあれ、うん、あえてその NGT のファン層の方になんか刺さるんじゃないかなっていうストーリーを選んでくれたらしいの。あ、そうなんだ。ちょっとなんかアイドル、女優、芸能みたいなところに入るみたいな、そうそう、興味はあるかもしれない。そう、ね、こう純粋なこうラブロマンスとかファンタジーとかじゃなくて、ね、あ、そう、そういうよりはみたいな。うん、確かに、なんかあれは、うん、それもあって、うん、本当に入り込んじゃった、私も普通になんかも、ね、え、うんとかさ、そうそうそう、喋りそうになってて楽しかった。うん、そうなの。あー、タコありがとう。そう、しかも2人とも最前列で、そう、最前ね頑張って首上げて見てたよめちゃめちゃいい席で見せてもらって、次の日肩甲骨がさ、あの筋肉痛だった。肩甲骨、え、ここ、うん、肩甲骨、私首、なんか首、うん、そう、なんかその辺がさ、首根っこちょっと違う気がする、感じて知らないけど、そのところそうそうそうね、面白かったんだよね。そんな、なんかそう、びっくりした、ね、うん、なんか活弁ね、なんか新しい世界の、そうそうそう、呼んでもらえてやっぱ嬉しかったな私も、うん、なので今後もね、あ、なんか、あとそのアイアムジャム、あ、うにゅ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 うっていうなんか映画、うん、新作の無声映画をその司会を務められてる辻凪子さんと、はい、あ、が主演監督、そう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 、主演監督されてて、うん、じゃあ大森さんもなんか活弁するんだよ ね、 ねされるっていうことで、そう、で新潟も回るらしいので、ぜひっていうふうに、なんかそこでね、また私たちもお話いただけたので、ね、その嬉しい、また、うん、見に行けたら、うん、見には行きたい、正直。え、わかる、うん、
見たいよね。呼ばれなくても行くみたいな。なんか見たいなって、微笑みのショー終わった時に、あ、なんかまた活弁見たいなって思っちゃった。普通に面白かった、うん、本当にあれは良かった ね、うん、映画か、そう、映画の方のもうストーリーにのめり込むし、うんうん、でもその活弁の良さとしてのアドリブみたいな、そうライブ感そうがあるからいいよね。なんかあの微笑みの情中にさ、うん、あの放送入ったじゃん、はい、館内放送みたいな、そう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 、なのが入ったんですけど、うん、それもなんかなんだろう、臨機応変に、そう、笑いに変えているのを見て、そうすごかったよ、ね、すごいなって思いました。ちょうど夜のタイミングでなんか主人公がこう部屋に忍び込んで、うん、あわあわしてる時だったよ、ね、そうそう、あらどうしよう、うん、こんな時間に声がするみたいな、ね、いやもうすごすぎと思って、だってテンパるじゃん普通、なんかもう、うん、どうしようどうしようみたいなとか、もこれからもそれをガン無視して進めるかなのに、うん、ちゃんとなんかその放送についても触れるし、そうエピソードを崩さない、ストーリーを崩さない、うん、崩さずに、すごいよね。わかる。そこなんか予想してたのかなって、なんかもうそれも知ってたのかなって思うぐらいね、全然おかしくなかったね。ほんとすごい、うん、これはもうプロね、プロですよね、プロだった。そしてね、次の日はもうこれ連日だったんですよね。連日だね。次の日にはゲーム部、はい、で、あのさ、私たちがゲーム部知ったくだり話さない？いいよ。自分たちがゲーム部だって知ったくだり、うん、なんか私はレッスン場でリハーサルが終わって、うん、帰ろうと思ってたのですよ。そしたら菜々子さんがへーって叫んだんです、うん、どうしたんですかって言ったら、ねえ、かいりとひなちゃんゲーム部だってそうなんだ、言われたのそうそう、で、なんか菜々子さんのリアクションを見るからに、うん、なんだろう、なんか LINE スケジュールを見て知ったみたいな感じだったんですよ。だから、はい、あ、そっか、で、マリナさんもおーよろしくねみたいな感じだったんです、はい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 、でもなんか昨日さ、実は話し合って選んだんだよって言ってたじゃん、うん、だからあの、なんだろう、うん、私たちをこう驚かせようと思って、多分そのエピソードは多分本番までに温めといてくれてたんだなってそこで思ったんですけど、あ、ね、私たちが選んだよっていうのは、そう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 、その日までっていう、そう、ちなみに私は何で知ったっけ、帰りから聞いた、私が LINE した、え、LINE だっけ、あ、そうだ、 LINE だ、 LINE した、そうだね、ね、ひのゲーム部、私たちゲーム部って知ってるって言われて、は？知らないんだけどみたいなしかもさ、それさ、うん、ここでさ、ひのと一緒にゲームする日じゃなかった？そう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 、そう、あ、ちょうど先月なのかな、そう、そのゆなことか先月の NGT で、そう、で、で、あの、来るって、うん、な、決まってたっていうか、そう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 、その予定で、そう、で、そしたらここに多分来る途中なの、来る途中に知ったんですよ。そう、そのそう、帰って日の地に行く時の、帰ろうとしてる時に、うん、菜々子さんのその悲鳴からので、悲鳴からのね、知って、うん、でも私もさ、なんだろう、こう正式にさ、マネージャーさんから、よし、あなたはゲーム部ですってさ、そう、なんか任命されたわけじゃなくて、そう、そうなのよ、驚きの LINE、ね、画面見てたから、菜々子、そう、私もだからそこからだったから、もう、うん、えみたいな、いや、嘘ついたのかと思ったの。そうだよね、めっちゃ軽い感じの冗談、そう、なんだろう、え、ん、誰がってそうだよね、で、そう、で、それで結局何も言われることなくスケジュールにしれっと追加されてて、そう、そう、そう、しれっと追加されてたんだよね。で、聞いて、それで私、うん、でも自分がこうはしゃいでゲーム部って思ってたけど、ゲーム部じゃなかったらどうしようと思って、うん、あの、なんかマネージャーさんにちょっと聞こうかなと思って薄く聞いたんですよ。なんかその前回の出演、前々回にも私出させてもらってて、はい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 、あ、すいません、2週間ぶりなんですけど私出ていいんですかみたいな。2週間ぶり、2ヶ月ぶり、あれ、うん、うん、あ、そう、2ヶ月ぶり、うんうんうん、もう1ヶ月しか間空いてないのに、また私が出させていただくんですかみたいな、そう、みたいなね、それでマネージャーさんから、そういえば帰りはゲーム部なんでっていうの期待してたの私は、うん、それで期待して聞いたのね、それで自信を持とうって思ったのに、うん、マネージャーさんが、うん、あ、そうなんだよね、でもいいんじゃないみたいな、なんか嘘でしょって思って、なんかマネージャーさんもそうなんだよねみたいな、すごいなんか連日、うん、連日っていうかもう結構ね、スパン短かったよねみたいな言われたから、もう、うん、えーって思って私は、うん、期待してた、あなたはゲーム部よみたいなのがなくて、うんうん、本当に怪しい、これは雲行きが怪しいなと思って、うん、で、
あのショールームのこう予約の方にもなかなか入らなかったじゃん。そうだね、うん、なかなか入らないし、もう何にもあのアイコンもさ、あゆ太郎さん、ななこさん、みんなさんと、ね、何にも変わんないから、ああもうなんか何だったんだろ う私たちの、何だろうって本当にあんとかなみたいな、そうそうそう、本当にあんとかな状態だったんですけれども、うん、まあありましたっていう、そう、はい、ね、そういうことです。そうなんですよね、だから、うん、まだよく分かってないというか、そうなの、任命式があったわけでもなく、うん、本当に、うん、むしろ奈々子さんとマリナさんの情報しか知らなくて、そうそう、あのお二方に、そうなんですよね、だからね、まさかなんか、ね、ま、ちゃんと新入部員になるとは、まね、しかもこうちゃんと二人でお話し合いをしてくださって、何よりそれが嬉しかった、え、嬉しかったよね、めっちゃ嬉しかった本当に、そう、なんかこうね、こうなんか運営さんがなんとなく決めたとかじゃなくてさ、そう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 、ちゃんとなんか2人で話し合ってって言ってくださったのが、うん、本当に嬉しかったし、嬉しかった。でなんかさ、直前にさ、ショールームさんのさツイッターでさ、うん、シルエットが出てたじゃない、うん、はい、なんかそのシルエットが1個しかなかったし、1個しかなかった、ね、なんか髪型が、まあ、私でもなければ、まあ、日野でもないんじゃないかみたいな、うんうん、なんか形的に日野はもうレイナさんかと思ったし、うん、ね、私もシルエット見たら絶対さ、背丈も髪の毛もなんかもえあれみたいな、そう、我々ではないなみたいな、誰やねん、不安だったけれども、まあでも、まあ、そう、本当にそう、無事にね、ちゃんとよかった、そうなのよ、うん、嬉しかったな、ね、え、逆にさ、なんだっけ、私たちだなって思ってくれてた人いたのかな、うん、あ、でもなんかね、一応見る限りでは、うん、あ、名前は上がってたよ、おー、うん、私とひのちゃん、ひのはね、え、帰りも帰りもそこそこリプとか引用リツイートとかでもすごいすごいすごい、まあ、見かけた、なんかその帰りあれでしょ、うん、どっかで言ってたんでしょ、そう、どっかで言ってたの、マジでどこで言ってたの、え、でもね、私マネージャーさんに言ったんだよね、でもそのマネージャーさん辞めちゃったんだよねだから多分通ってない、でもショールームとかで言ってたのかも、結構ショールームで言ってた、あ、なるほどね、いや、なんかこう知る人ぞ知るみたいなそう、私もそう、まあ、マネージャーさんというかそのスタッフさん、うん、うち そのフローラ関係のスタッフさんにたまに言ったりとか、うん、私だから今まで部活がなくてみたいな、軽音部あるまでは本当になかったから、そうだからなんか入りたいみたいな話してたのと、うん、ショールームでもそのスイッチをね、うん、ゲットすることになったのは、そう、みんなに、うん、じゃあここでちょっとショールームさんにアピールしとこうって言って、うん、あ、そういうこともあったのね。そうなの。なんか、いや、普通に私がスイッチ欲しかったのもあったんだけど、あ、すごい、それは、うん、本当に、ね、でもなんかここでその三村いいストーリーのルームの皆さんはそのゲームに情熱がある人たちだっていう風にね、うん、認識してもらえるかもと思って、それはとっても素敵なストーリーですね。そうで実際有言実行できたし、それはすごいすごい、まあ、マリナさんと奈々子さんが選んでいただけたりしても、そう、おつぼね公園でもね、言ったのよ、そのお悩み相談で。そうなのね、実は。そうか、あの二人いらっしゃるもんね。そう、実は私その軽音部、まあ軽音部もすごい最近できた部活だったから、そう、部活っぽくないし、しかもジブさんって、うん、だからそのいや私実は所属してる部活がなくて、なんかちょっとちょうどいい部活ありますよねみたいな流れで、そのゲームどうですかねみたいな、あいつは卒業しちゃいますね、うん、話もしてたから、まあちょっとそれが念願かなってでした。本当よかったよ、うん、ね、そうかった、全然ネタでもあったんだけど、うん、そう、大事だ、嬉しいね、よかったよ。そう、昨日の配信なんかショルームとかツイッターとかさ、うん、見てたら、うん、なんかいいバランスみたいな風に言ってもらって別になんかバランス取ろうって全然考えずにね、やってたんですけど、本人たちはね、そう、私たちは、うん、客観的にそう思ってもらえたら、うん、嬉しいなって、ね、奈々子さんとマリナさんもその選出理由としてはリアクション、え、そう、ガヤ、ガヤ担当、ガヤ担当リアクション会議ね、そうなんです、ガヤ担当なので、なんかその前回ぐらいに私も出演させていただいて、うん、そう、多分私の一つ前かな、多分そうそうに出演させてもらう、夢と一緒に出演したんだけど、うんうん、その時にそのゲームがなんか上手っていう風に思っていただけたみたいで、だそれで前太郎さん卒業しちゃってね、冷静にね、プレイできる、スマート、スマートな日野の
スマートな日の、スマートって私も書いてました。リアクションとスマートって書いてます。いいじゃないか。本当はでもちょっと好きって書くのはちょっとそこそれまででもないなと思って、うん、まあそこはスマートくらい、スマートぐらいでみたいなそういいじゃないか。いや帰りのあれガチなのがマジで面白くて面白い、え面白いよあなた、え私本当なんかもう昔からなんだよね、小学校とか保育園ぐらいの時から、うん、ゲームと一緒に体が動いちゃってキャーって言ってたもんね。なんか今ぷよぷよはあんまり動かなくなったんだけど、うん、前ぷよぷよの時もすっごい動いて、ソファーからぷよぷよで動くって何、そうソファーから毎回落ちてて、でももうなんか親にびっくりされてたんですけど、え自分がぷよぷよだと思ってるってこと、うん、それは多分そうだと思うぷよぷよになりきってて面白い。でもなんかゲームはそんなに私は上手じゃないんですけど、うん、楽しいんですよ、うん、そうめちゃくちゃ楽しんでるの好きなんですよ。そうだからそれ見てくと楽しいよね。そうなのよね、私ももちろん楽しんでるんだけど、うん、なんかその結構集中してやるからめっちゃね、うん、すっごい、ね、険しい顔でね、うん、険しい写真見たあでも分かるよ、そうだよね分かるよ、ゲーム写真撮られてたやつめっちゃ、うん、険しかった、見てみてさ本当にすごい険しいし猫背だしさ、ちょっと頑張って、あ分かる、そう猫背になるなって思った、猫背になっちゃう、こうやってなっちゃうから、そう画面に集中するとどうしても、そうなのよ、確かに姿勢よく、ちょっと次の目標姿勢8月は直そうと思ってる、うん、ね、タコありがとう、ありがとう、ギフトありがとう、アバターはゲットできましたかねえ、アバターどうですか、ねえ、まあ、そうゲーム部ね、そうな楽しいよね、めっちゃ楽しかったな、わかる、本当に楽しかった、うん、あれがなんか毎月あるって嬉しいよ ね、 幸せだよね、結構結構ガチで、うん、なんだろう、嬉しい、なんだろう、うん、いい、うん、いい部活に、まあ、いい部活、んいい仕事、いい楽しみな仕事が増えました、うん、増えました、そう楽しいし、なんかコメントとか見るとさ、ファンの方もなんか楽しんでくれてるし、うん、気楽に見れる、そう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 、無料で、うん、全然だからね、いや本当だよね、楽しいだけの仕事だよね、ガチで、そうなの、やっぱびっくりするぐらい、いやなんかなんだろう、なんだろう、なんかさ、いろんなお仕事の場合、うん、ライブとかも楽しいけど、うんうんうん、こう今までの苦労がさ、うんうんうん、あるじゃん、あの結構ゲームルームに関しては楽しい、わかる、楽しいだけっていうと違うかもしれないけどね、うん、説明とかさ、それは本当になんかもう、うん、あの自分で言うのもなんなんですけどなんか人選にその理由が本当にあるんじゃないかなと思って、例えばこう日野、マリナさん、ナナコさん、3人と私誰もさ、全然喋んないタイプだったら、あ、盛り上げなきゃみたいな、そう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 、なんか生まれて、それがまた、なんだろう、うん、なんだろう、プレッシャー的なね、そうそう、プレッシャーになったり、うん、こう、なんだろう、荷物、なんてなんかなるかもしれないけれども、はいはいはい、なんか4人ともすごい、なんかいい具合にさ、こう分かれてるし、うん、分担できてるから、もう素でいても全然大丈夫、楽しめるっていう状態だから、うん、もともと喋るしね、そうそう、私も帰りもそうだし、もともと喋るし、帰りは感情的に思ったことを叫ぶから、そうなの、いいし、私は逆に言うとその、うん、なんだろう、理論的にというか、うん、説明とかさ、うん、説明してくれるからね、そう、いやここはこうするべきですとか、なんかどっちかというとボケとツッコミみたいな、そういうバランスの良さはね、ってあるね、思いました、言われながら、うん、そうだからね、だから楽しみで、そうそうそう、分かんない、ね、こうゲストがさ結構つきものじゃない、うん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 、そうだね、そうだね、だからね今後ゲストわかるでどう化学反応が起きるのか楽しみ、うん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 、まだねゲームルーム来たことないメンバーもいっぱいいるから、え、そうなの、え全然いると思う、2期生はそんなに来てない、やばいやばい、ドラは多分全員、あのあそうだね、のもの自体には参加してると思うけど、4人でドーンってあったの、そう2期生はね、夢と日野とくらいじゃないかな、え、カイリーと一緒に来たのって誰だっけ、ミユ、そうだよね、多分他にないそうなんだ、じゃあ、うん、じゃあいっぱい呼ぼう、そう最多出演とか、な最多ってか何、大人数とかにも、うん、あでもコントローラー足りないのか、
あのまあ一期生の時とかは人狼ゲームとかやってたかな。あ、そうじゃんね、うん、あ、待って、でもそういう風にさ人狼ゲームしてみたい。え、わかる、絶対楽しいよ、ね、人狼ゲームって9人がベストなんだよ。あ、そうなの、うん、私たちさ、一時期さすごい人狼ゲームにハマってた時期あったじゃん。あったね、アマンガスとかね。そう、LINE とかで、LINE でやってた、夜ね、通話しながらね。わ、懐かしい。なんかヤヒが人狼だとか誰が人狼だとか違うとか、意外とゲーム部してんだよな、元々みんな。え、そうなんだよね。なんかさ、NGT のさ、ニキドラさん、あ、先輩もだけどね。いや、そう、先輩も入れてやる。ゲーム好きなんだよね。楽しいことが好きなんだよね、私たちは。ははそりゃそう、みんなそう。楽しいことにより集まってくるタイプだから。うん。うん、人狼とかやりたいな、アマンガスとか。うわ、やってた。人狼やってた。人狼懐かしいね。加藤さんが上手だったよね。そうそうそうだよ。結構先輩とまだそんなにめちゃくちゃ仲がいいわけでもない頃、そのまだ距離感があった時ね、先輩と後輩の、うん、その時でもやってたね。人狼やってた。人狼はやってたねやってた。だって綾香里さんがまだいた頃だよ。そうだよ。そう、綾香里さんが卒業発表する直前の時とか、うん、めっちゃ前じゃない。その頃だもんね。前みんないた頃ね。みんないましたそうだわ、うん、ヤヒとかも参加してくれる。そう、結構みんないたかも。チカナとかもいたし、ユメユナとかもたまにいたし、ね、マナもいたし。マナもいたっけ、うん、なんか面白いね。そう、面白いんだよね。そうそうそう、なんかこう、うん、はあ、あ、今日あやかりさん誕生日なの。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、やりたいな、それ。人狼やりたい、うん、またやりたいね、そういう。人狼なんか今だとスイッチのゲームをいっぱいやってるんだけどさ、あれやりたい、アナログゲーム、うんうんうん、そのカードゲームとかさ、それやろう、うん、じゃあここに呼びましょうかみんなを、うん、これ私のね、カードゲームを。それテストプレイなんてしない。あー、それね、わかる。それそう、普通に私ができるやつ。やろうよ、そういうのもゲーム。なんかスイッチとかだけではないもん、ね、そうそうそう、基本なんでもできるし。でもやろう、やりたいね。やろうよ。私たちそのゲームルーム以外でもさ、え、そう思った、思ったよ。私だってスイッチあるし、うん、ここに来ればいいんだ。そうだよ、あ、ここにね、日の家に、日の家に日の家に集合。で、3期生のメンバーの子とかも来てほしいね。呼びたいよね。まだちょっとまだ会ってないんですけどそうそう、まだ深い交流会はなんかないんですけれども、ね、よく分かってない、まだね、うん、みんなのことそうけど。でもね、そういうので仲良くなれたらいいなって。そう、あ、トランプね、持ってないな私、多分トランプやりたいね、みんなね。いや、やりたい、トランプやりたい。いいね。そうね、うん、ゲーム部だからこれからね。ね、よろしくお願いします。あ、ちょっとカイリンだけ見せるわ。昨日ね、ちょっとやりたいゲーム見つけたの。おー、多分楽しいと思う。いい、ね、これ積極的に活動できる。何しろこういう、うんうん、まあ、ボードゲームのデジタル版で、これスイッチなんだけど、うんうん、こう時間内に、うん、生活して、うん、なんか一番のなんか符号を決めるみたいな、人生シミュレーションゲーム、楽しそう、ちょっとそう楽しそうなのね、実況で見て、あ、これやりたい。いいね。え、それはゲームルームで、そう、あ、ゲームルームでやろうやろう。多分できると思うんだよね、インディーズだと思うし、これ、うん、そうやろう、これやりたい。いいね。いや、なんかさ、こういうさ、積極的にこれやりたいとかさ、意見できるの。そう、いや、ほんと私、イヤープレイ、あの、何、見てるだけ、うんうん、ゲーム実況とか見てるだけ勢だったから。いいね、いいね、いいね、いいね。うん、だから今度どんどんやってこう、推薦してみるけど、でも、奈々子さんがやりたいものが、あ、やりたいな、うん、そうだ、奈々子さん、ね、あと2回だよ、うん、ね、せっかく一緒だったから、うん、桃鉄はちなみにあるよ。
ひな。あ、持ってる。そうなの？うん。え？でもショールームでやるにはちょっと絵がここね、無音だとね。無音だし無画面だし、ちょっと分かりづらいから、ね、プライベートで遊ぼう。そうだね。表鉄は。確かに。それかなんかもういつかここでも許可取れるといいんじゃない？ねえ、ゲームの許可ね。許可。本当ね。みたいな。そう。まあ会社によってはちょっと厳しいかもしれないけど。一生配信しちゃうよね。できるね。私たち。結構できるね。しめっちゃうよ。ずっとテレビついてるなこれ。ええー。ずっとテレビついてるこれ。ええー。私ホールガイズやりたい。ホールガイズあるよ、うん、やりたい。あのなんだっけ、うん、妹がやってたり、あとまあ YouTube とかでやってるの見たことあるんだけど、自分やったことなくて、うん、よいしょ。無料版もちょっとあるみたいな。そう、これ無料版てか無料になったの。あ、そうなんだ。そう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 。え、いいね。そうだ、だからやりたい。二人プレイができないから。うん、てかスイッチ持ってるんでなくて。持ってる。あのね、でも、うん、見つけてるスイッチはあのね、うん、ライトの方なんで。ライトでできる。ライトは今はちゃんと持ってる。あ、本当。ライトもできるよ。入れ、うん、よいしょ。モンハンも面白いって。モンハンね、パパが好きだな。あ、お父さんもゲームやってる。うん、パパ意外とバイオハザードとかも好き。え、ねえ、バイオハザードやりたいよねって言ってたの。やりたい。うん、ホラーゲーム。ホラーゲーやりたいよね。得意？え、なんかね、得意とかではない。そっか。あれ、なんか一緒にやったことはないっけ。ゲームセンターでない。なんか、え、いや、それ会議だっけ。あれ、誰だっけ。誰だっけ。誰だっけ。私記憶あるぞ。誰かと一緒に。私も誰かと一緒にホラーゲームした。誰かと一緒にゲーセンのホラーゲームしたけど、それ帰りだっけ。いや、ヒノだっけ。あれ、いや、私もやったんだよね。それ誰か。誰がいた時だっけ。誰が来た時。誰誰誰誰だっけ。誰だっけ。帰りだっけ。でも、帰りじゃなかった気がするんだよね。え、私もなんか夢ユナとかいた時。ミユいた？いたかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと記憶を呼び起こさせて。え、誰だ？誰だ？あれでも帰りだっけ、なんか上手かった気がするんだよね、一緒にやったの。誰？あれ？ちょっと記憶ないな。でもちょっと最近やりました。あ、最近？ここ半年ぐらい。本当に？うん。誰かとした。あ、じゃあ違う。分かった。ヒノじゃなくてあれだ、マナだ。なんやねん。うん。じゃあ誰だったんだろう、一緒にやったのって。夢かな。いや、夢じゃない気がするんだよな。じゃあ誰。やろうとしたことはあったくない。わかんない。それは分かんない。あ、違うよ。でも一緒にさ、うん、一緒に、え、一緒にゲームセンター行ったことあるよ。ね、一緒にゲームセンター行ったことあるよ。ダンスラッシュやったね。ダンスやった。ダンスラッシュみたいな。そう、やって。ダンスやったわ。で、なんで私たちはコンサートのなんかコンサートの次の次の日とかに行ったんだよ、確か。あのマッサージからの。そう、あ、マッサージ行けなかったんだよ。あ、あ、行けなかった日か。そう、配信コンサートやって配信やって、その次の日マッサージ行こうと思ったら、マッサージ結局行けなくて。なんでやっ、なんでやってなかったの。だから予約がちゃんと取れてなかったので、それで最終的にどうしたかっていうと、ゲームセンターに行って遊んだっていう、ね、そうだ。謎すぎない、それ。それだ。ご飯食べて行こうとしたんだけど、まだやってなくて。あ、それも確か、まあ、時間つぶそうみたいな。確かそんな感じだった気がするけど。いや、懐かしい。あった、ね、若いね。ああ、そうだったわ。フレッシュ、うん、うん、そうそう。火を見ると一緒にマッサージ屋さん行きたくなる。面白い。そう、でもね、カイリとヒノのね、組み合わせが最近多いのはね、なんか独特のね、うん、こう雰囲気があるからだと思う。ここのその組み合わせの。ああね。そう、なんかカイリも
ヒノに冷たいし、ヒノも帰りに冷たいから。ねえ、私冷たくしてるつもり本当にないんだけどね。え、でもみんな言ってる、冷たいっていうか、あの、泊まりなんか注意されるそれメンバーに。ちょっとそれヒノに言わない方がいいよみたいな。え、それヒノのことバカにしてる。あ、そうだそうだ、なんか私はヒノのことを愛おしいと思って、ヒノかわいい、あーはーとか言うの。そしたらカオとかがね、それヒノをバカにしてるでしょって言う。いやいやいや、そうバカにしてるって思うことがダメなのに私は愛おしくて、なんだろう、なんか妹みたいに見える時があるんですよ、今こうしっかりしてる時は全然見え、あの全然違うんですけれども、たまにそういう一面が見えた時に私はこう、微笑んでたりすると、マナとよく愛おしいって使うよね。そう、ヒノ愛おしいって、愛おしいって言われて、それがね、バカにしてる、バカにしてるっていうか、そのね、バカにしてるあのね、タイミングなんですよ、それが。あ、そう、みんなはそのタイミングとか、そう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 、あ、そうなのかもしれない。で、あのかといってそれで私が別にやられっぱなしなわけではなくて、そう、なんかなんだろう、なんつったらいいかな、なんかすごい、なんだろうね、難しいな、なんか喧嘩し合ってるわけでもないしね、してない、それはなんかさ、あの絶対私ヒノと喧嘩しないもん。そう、よくね、絶対しない。そう、自分サンドイッチでいるときに、あのなんか普通に話してるときに、あのね、ちょっとそこ喧嘩しないでってよく言われるの、ヒノと青とか、ヒノと夢とか、ヒノとユナコみたいなときにサーヤがちょっとそこ喧嘩しないでみたいな。そうじゃないじゃん、全然全然全然、なんかなんだろうね、なんだろう、難しいな、言葉にしづらいな。そう、難しいの。うーん、でも分かるでしょ、なんか、そのここ海里と日野ならではの、ならではの、そう、なんか空気感、うん、そう、なんか海里、まあでも、なんだろう、まあでもそうなのかも、なんか姉妹みたいなもんなのかもしれない、そのあの妹みたいに扱うお姉ちゃんと、お姉ちゃんのことお姉ちゃんだと思ってない妹みたいな、多分そうだよ、そういう感じだね、全然なんか言葉がきつくなるとかじゃないんです。そうなのよ、そう、全然、なんか小バカにしてんのかなみたいな、傷つくとかじゃないの。ただ、いや、旗から見るともしかしたらなんか、そう、あのね、いや、なんつったいかな、フォローしてあげたいけど、難しい、あの何にも傷つかないですよね。私も傷ついてない。そうどこで、どこで、え、今のってカイリが私に対してなんか変なこと言うことに対して言ったのじゃなくて、あ、そうだね、お互い何も、お互いね、そう、そうなのよ、なんかカイリにも なんか冷たくあしらうこともあるし、言われる日の、なんか日のってカイリの、え、わかる、言われるよね。逆に帰りは、そのなんかそういう日のことばかりしてる。そうそうそう、愛おしいって言ってるだけなの。愛おしいってなんで、ね、他に言われたことないんだよっていう、あ、うん、そうっていうやり取りが多い。え、ちなみにないの、愛おしいって言われることなかなかないよ私。え、なんかさ、私がね、愛おしいっていうか可愛いというか、そう思ったの一つはなんか、レッスンの時にご飯出たら、なんか最近ニキドラさんずっと円になって食べてるじゃん。うん、そうだね。なんかその時になんかみんなもう疲れたって感じだから、こうまあお姉さん座りとかさ、体育座りとかしてる時に、ね、木の背筋伸ばして正座してるの。それが楽なの。でさ、なんかさ、こうみんなもうはーってなってる絵の中で、木の中こんなことしてるから、もうそれがなんかもう正座が楽なんですよ。あ、愛おしいっていうか、なんか、あ、もうそういうの、そういう個性好きって思って。正座が楽なんですよ。そういうの好きなんですね、私。こう流されないというか。ね、自分のスタイルを持っているというか。そう、でも最近のツアーリハではね、みんな一列になって食べるの、そうそうそう、対面が今怖いから壁に、そうだからみんな壁に背中つけてね、一列になって食べてんだよね。そう、顔、そう、その、ね、なんそう、対面じゃなくてこう横に並んで、寂しい、だからそれでも私は正座だよ多分、しかもなんかね、一時期靴脱いで正座してたの。はいはいはい、なんか私それなんかもう愛おしすぎて写真撮っちゃって、え、残ってる、いつの間に、そう、本当に愛おしい、いつの間にそんなことしてたの。いや、愛おしいよそれが、いや、そういうところ、いい子のところ、
いい子かな、うん、見てて微笑まし。そうかな、そうかな。なんかでも結構私はバラバラ者というかいじられキャラではあるのは自覚してる。私もさすがにもうはい、自覚してる。そう、自覚してて、うん、それは自分で自覚ある。あ、まあ、だよね。カエリって いじられキャラだよね、うん、でもなん人によるかな。人による分かんない。なんか大人面とかには確かに、うん、まあ、言われることあるけど、うん、もうちっちゃいもんとかから全然気づいてないだけだよ。それそうなんだ。じゃあもうあの気づいてないんだけど。それは気づいてないんだわ。うん、気づいてないだけだよ多分それ。てかあとそんなに一緒に表に出る機会ないんじゃない。ああ、ちっちゃいもんは。確かに確かに、本当にプライベートとかレッスンとか。そうそうそう。そうだ。うん、ちょっと帰りって言われることはあるでしょいっぱい。え、聞いてない。嘘。聞いてない。え、あるかな。すごい。え、そう、全然覚えてない。うん、え、まあ、いじられるというか、なんかその笑われるというか、うん、笑わせてくれるかな、うん、どっちかというと、みんな突っ込んでくれる、まあ、そう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 、うん、そう、確かに。ハイリーちゃんみーとかが突っ込んでくる、うん、そう、だからそう、ちょっと違ったいじられキャラなのかもしれないけど、うん、分かんない。似たもの同士だけど、うんうん、まあなんかちょっと気色が違うというか、うんうん、そうかもしれない。デコボコいじられキャラ、そうなのか。デコボコいじられキャラーズってキャラーズなんかすごい名前。キャラーズ、キャラの複製系ってなんつうんだっけな。キャラ、キャラクター、でもキャラクターズだもんね、うん、キャラクターズか。なんですよね。でも、まあ、まさかひのがこんなに面白い子になるなんてね。そういうとこだよ。ね、そういうとこだよ。これがどっち？これどっち？それが、これがバカにしてるんだよ。自覚ないから。バカ。いや、バカにしてると私は思わないんだけど。そういうとこ。いや、こんな、いや、感じた。ひのがこんなに、いや、面白いなって。いや、これだよね。最初のさ、ドラフトの合宿とかはさ、うん、なんだろう、そこまでさ、どういう人か分かんなかったっけ。そうだね。でもなんか、とりあえずいい子なのは分かったもん。うん、まあいい子ですかね。熱くていい子なのはね、もういい子は分かったんだけども、ちょっとそれ以上になんだろう、こんなに面白いなんて分かんなかったから。うん、当時はそう。そう。って言えば分かるんだけどね。確かにいろいろはしょってる。めっちゃはしょってた。まさかひのちゃんがこんなに面白くないなんて分かる。誰親かな。それあの逆説的に言ったら元々面白くないそうだね。そう、印象。そう、でも元々は分からなかったっていうことだ。そうそう、それが面白いんだから変えないでね。ひのちゃんのその面白さはね、それが未知数だった。それはね、そう。でも私別に元々面白い、面白くないよ。そうなの。うん、友達によく言われた、ヒノって本当面白くないよねって。違う違う、昨日置けない友達ね、その、うん、ちゃんと。あ、そう、それはもちろん、それはもちろん。え、そうなんだ。そう、それもいじられ、まあその一つで、うん、言われて、うんうん、どうしたらいいかなって言ったら、ヒノは話すのがあの一定のトーンなんだよって。ああ。そう。例えばなんかそのこの前。ご飯を食べたらそこのご飯がめちゃくちゃ美味しかったんですよっていう話があった時に、うんうん、私は普通にこの前食べたここの何々が美味しかったんですよねって言うけど、うんうん、それもっと面白くするには、いや聞いてくださいよ、この前、うん、あそこで食べたご飯がもうめっちゃ美味しくてっていう風に言えば、ね、確かに、まあ多少面白いじゃん同じ内容でも、ね、でも私それをやらないから、うん、確かにでも一定な気がする、うん、分かるかも。今もそう、基本一定なのかも。でも聞いてください、うん、私はそれを逆に取ったんです、うん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 、もうそれできないから、うんうん、できないというか疲れちゃうから、まあね、わざとね、うんうん、こう盛り上げるのは。だからその言葉のあやの面白さというか、うんうん、ああそれは感じる、狙い通り。そう、うん、シュールな面白さを私は目指して、うんうん、最近というかそのここ数年はね面白さ目指してって、そう、面白さ目指して、うん、
ここ数年はもう意識してないけど喋ってる、うん、いやその通りになってると思う、うん、そうひなの面白さはそう、ね、うん、テンション的なものじゃなくてその節々会話の節々の言葉の中にあるものなんです、うん、そうなんですね。で昨日ゲーム、あ、噛みすぎた、昨日のゲーム部でもね、ところどころそれは言ってると思う、うん、なんか、なんだろう、なんだっけな、なんか、わかんないな、なんか、その、右、左っていう奈々子さんのくだりがあったときに、なんか、その、介護されてるみたいとかさ、うん、なんか、そういうとことかかな、なんか、その、帰りとは違うじゃん、帰りのその面白さとはまた違う面白さだと思うんだよね、自分の自己分析だけど、そう、ひなにしかそれはできない、そうとか、そう、うん、愛なんでも、でもそれは評価されてたけど、え、私は逆に、うん、多分抑揚っていうか、うん、うるさいの、そう、ね、で今日ね本当にうるさいなと思ったのが、はい、あのひなの家に向かおうと思って、はい、ああツイートしてたやつ、あ、玄関開けたんですよ、うん、そしたら目の前をこうセミがブーンってしててびっくりしてもうわーって言ったんですよそしたらセミがポトンって落ちたんですよ、ボリューム下げて、あ、ごめんなさいごめんなさい、今もぶつけちゃったんですけど、こうやってた、え、私別にセミに触れてないんですよ、うん、セミをこうやったとかドアに当たったとかじゃなくて、うん、もキャーって言っただけでセミが気絶してポトンって落ちてって、うん、でもう怖くなって私もうママ見てセミ見てきてって言ってお母さんに見てもらったら、あ、セミは生きてるけど帰りの声で気絶しちゃったみたいママに冷静にそう言われてもうやっぱり私はもう本当に本当にやばいなと思う、おもろいな、そんなことないもんだって普通の人生であっても私もびっくりした、でもなんかセミが一番びっくりした、そうそう、セミが多分一番被害者だと思うんだけど、本当にびっくりしちゃった私、いや、わかる、私の声で気絶するのね、え、うん、あの、そう、会議のね面白さっていうのはそういうとこよこれが面白い、いや、面白いんだよ、あ、本当に、うん、よかった、ね、よかった、ね、人と違う、そうとこあるよね、そうね、セミびっくり、よくそのメンバーに言われるのは、うん、なんか今までに出会ったことない性格の人たちって言われない、私たち、私もたまに言われるでしょ、帰りもそうだし、日野も言われる、日野みたいな人確かにいなかったな、そう、すごいね、先輩にも言われるの最近、そう、ひなちゃんって今までに、あ、なんか会ったことないタイプの人だね、うんうん、確かにそう、そうなの、 NGT 個性的だけどなんかその中でも個性なのかわかんない、なんか多分私その今まで出会ったことない度を多分みんなには見せられてないと思う、多分、あ、ファンの方、そう、まだ見てないんか、あの、なんだろう、そのメンバーだからこそ見れるというか、なんだろう、感覚的には、例えばなんだろうな、私だったらどういうとこがさ、うん、三村ひのってどういう性格だと思う、他己紹介、むちゃぶり、なんか、いや、何にも色に染まってなくて、なんか帰り敵役じゃないな、これ、なんだろう、ヒロはどういう人かって、うん、でもなんか一見、本当に一見ね、一見普通に真面目な人に見える、わかります、それは私も、それなんだろう、それだけと言ってしまったらダメなんですけど、ただもう本当に真面目のいい子に見える、うん、それで終わっちゃいがちなの、はい、よく言われます、終わっちゃいがちなんです、はい、でももっとよく見ると、うん、もっと変な子だってことがあるなんかなんかその真面目でいい子だけで終わらないよっていう、はい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 、そこだけで終わらずに、うん、なんだろうな、もっとこう知りたくなるっていうか、はい、あ、今度こういうのってひなだったらどう思うんだろうなとか私よく考えちゃう、へえ、最近めっちゃ好きじゃん、ひなのこと、うんうん好きというか、ママ好きというか、なんだろう、昨日の考えのとかを聞きたくなる、多分人とは違う観点とかで見れるから、あ、そうだね、客観的に物事をね、そうなの、見たりするかもしれないね、大人っぽいし、まあでもなんか大人っぽいけど、はっちゃけるとこは全然めちゃめちゃはっちゃけるし、うん、そうだね、そう、それはそうだね、みたいな、まあ、うん、変人は昔から言われてきた、うん、真面目だけど変人、そうなの、ね、なんか難しいよね、
って真面目と変人をあんま両立してる人いないからさ。確かに多分変人は変人だけで終わるし真面目は真面目だけで終わるから、うん、そうかもしれない。ああやってね両立してるの。 そしてそれをギャップと言われることもないんだよね。うん、うんうん、そうなんかねギャップとは違う。何だ違うよね。ギャップじゃないんよね。そう真面目と変人は両立してるよね。そう両立されてるからギャップじゃないんだよね。うん面白いな。そうあそれは面白いね。別にギャップではない。なんかね、キュンってするとかじゃなくて、うん、それギャップ萌えじゃん。そうギャップとかじゃないの。違う違う別に違う。あ萌えじゃなくてオンリーギャップって言わないから。何でもなんでだろう。何でもそれがまた一つのミノラヒントになってる。そうね。なんだろう。あよいしょ。そう真面目で変人、ね、キャッチフレーズキャッチコピーだわ私の。いいね真面目で変人、うん、いいことだね。そういいんだよ。でも帰りを説明させていただくと、ありがとうございます。なんだろうな。じゃあ同じような感じで言うと、パッと見、うん、すごく底抜けに明るい、うん、キャラクターのキャラクターっていうか底抜けに明るいアイドルって思われがちだと思うんだけど、帰りの真髄はそこじゃなくて、うん、その底抜けに明るいんじゃなくて帰り自身は意外とネガティブなんですよね。そう なんだけどあんまりそこをなんだろうなこう そこが目立つわけでもなく、うん、別に性格がめちゃくちゃ明るいわけじゃないんだけど、うん、本当に彼女を、うん、なんだろう言葉で表すとするならするのならば天然箱入り娘。何それ天然な箱入り娘だと思わないかい。自分で、うん、思わない。嘘それは自分えなんかでも自分私分かんないんだよね自分がこうちょっとどういう性格なのかとかって。天然は分かる。え思わないかも。え、まあ、じゃあ箱入り娘って言い方はちょっとあれかもしれないけど、ちょっと世間知らずみたいな。あまあちょっとなんか違うなっていうのはまあまあ節々になんですよ彼女は。節々ぐらいですかね。こうちょっと世間と多少ずれてる。うんうんうん、ただ世間とずれてるのが悪い方向に行かないの。うん、なんかこの世にないその優しさとか明るさをこうなんだろう配ってくれるみたいな。なんか例えばなんだろうなそのなんて言ったらいいかなこうなんて言ったらいいかなあのコンビニとかでさ。ご飯買いましたっつってでまあ なんかそのありがとうございますとか言うじゃない、うん、でまあまあ最近だとさそんなわざわざこうなんと軽くさありがとうございますぐらいなんだけど、うん、帰りって ありがとうございますって言うのよ。恥ずかしいんだけどそれ。帰りちゃんと礼言うから、恥ずかしい。そういうとこよね。それがまあ天然そう天然ちょっとなんか別に悪くないいい方を連れ方してるよね。嬉しい、うん、そうなの。無自覚だったから嬉しいわそれは。そうそうそう嬉しいわ、うんね、似てるってわかる。なんかさちなみにひの私のモノマネさなんか前やってたよねツイッター、うん、なんだっけショーラムネさんだっけな、うん、ツイッターそうなんかもう本当にびっくりして、うん、下手くそすぎて違うよちぃやばくないちょっと違ううんうんしかできないんだよ。あのうんうんね。あでもなんかそのうんうんは時と場合によるけど、まあ、確かにたまにそのうんうんもするような時もあるかもしれないけど似てるって、やった似てるらしい。そうひののモノマネって難しいんだよねすごい。そう逆にみんなでも確かに三村ひのしか知らないでしょ、ね、初期からみんなそれしかできない、うん、その通り難しいの。そう一定のトーンで喋ってるから私そう、ま、真似すると難しいから。ヒノの個性はそのなんか言葉のボキャブラリーの広さというかあ多分突っ込む速さとか、うん、そういう方のが長けてる。ツッコミかなでも、うん、ツッコミどっちかというとねツッコミっていうかなんだろうあのね言葉が出てくる速さあこれをポッて言おうみたいな。集中してるときはねそうコンビ組むいやコンビは
振られた今あれ私勝手に振られたのコンビじゃコンビじゃないんだそうだいや分かんないけどなんかさ、うんうん、分かる私ちなみにコンビないんだ本当にいや私も夢ゆなみたいなやつでしょそうえ何もない公式的にはないよ公式じゃなんか呼ばれてるみたいなあファンの方に呼ばれてるあのマナとカイでまかないって呼ばれてるけど何それそう初めて聞いたやっぱり知らないんだあちょっと待ってすごいすごいじゃあ私のルームだけなのかもしれないまかないって言われてるえミムラルーム知らないよねマナとカイがまかないって言われてるの知らないよねあらえどういうことままかないってことそうまかないへえそうなんえ知ってんの嘘私知らないなんであでも知らないってあでも知らない人もいるか、うん、え普通に知らないのが普通だとねあでも知らない人が結構多い全然ツイッターとかで言ったことないただショールームなんかコラボ配信をはいはいはいよくしててその時になんかまかないショールームですってそうそうそうそのぐらいへえでも確かにえなんか前さニャーニャーさんニャーニャーさんと有名なとこあったけどさ、うん、なんだろうそこまでなんか公式的なものってもうない青春とかあれ公式なの？アオハルは公式じゃないか。公式って一体何？なんだろう。ものがあるよね。認知度が高いっていう意味。ああ、そう認知度も高いし、なんだろう。こう NGT のツイッターで言われそうな。ああ、言われてもその伝わるっていう点で言うとね。曽我部ゆめと対馬ゆな子がじゃなくて夢ゆなで撮影しましたみたいな。確かに。そういうのが書かれそうみたいな。ニャニャさんは多分書いてもらえるじゃないで。まあ、そうだね、ななこさんとかだとナーピオとかあとかガチャピオとかとかあ、そうそう、それは確かにもう公式に近い あと、そうだな、まあ西扇とか、まあね、あ、そうそうそう、西扇はね、そういうことで、そういう公式感があるそうだね、アブコナとかあ、そう、アブコナとか確かに、まあ、カドツグとかあそれもあるそう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 いやなんだろうなうんむずいなそういうのですねそうねうんそれは私も属してないうんでもなんかさ、うん、そのでもあるやん一応まかないがでさな他のだと私がパッと思いついたのだとその対馬しもとかさあゆえっ、ー、となんかみゆみゆな子とかああうんうんあるあるあるあとなんだろうなまマナユとかマナユあギャル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 ズとかねギャルズギャルズとかあとなんだろうなまちっちゃいもんクラブチーハルチーハルねチーハルチカナとハルうんそうそうとかあとなんだっけ UP ヤヒとユウって UP だよねあちまちアップって書いて確か UP だった気がするんだよねヤヒのさP ちゃんとユウでアップそういうこと UP UP だよね呼び確かそうなのかわいい知らないってでしょかわいいの UP そう私はねそのなんかちょっとしたこう自分たち発信のものも一切なくておお本当にないのよそういうのも非公式もないってこと非公式もないし、ファンの方に浸透されてるものも何もなくて、なんだってそうなの本当にないの帰りもなんか足あるし多分ドラの誰かとあ対馬帰りとか対馬海流対馬海流あれ対馬海流って何だっけあユウユウユウプラスして対馬海流何の時だっけ何の時だっけ本当に結構初期あったね初期そうそうそうあったわそんなことそう対馬海流とかあ村娘ねヤヒコとハルあうん確かに楽曲やってるしなんかそれこそカホとかとありそうだけど結局名前はないんだよね、うん、カホ日野はマシミムが好きマシミム可愛くない可愛い可愛いよねでもいやあの結局作ってないんですけどマシミム可愛い可愛いっしょてかミムラのミムってかミム可愛い可愛いよねミムってねわ、うん、かるミム可愛いミム可愛いよね、うん、だからまあミムメモなのよねああそうあ三人ユニットなら、ね、マミムメモそう3人ユニットあったらまあミムメモがあるジブさんとかさあるあるあるけど複数のある、うん、2人はなくてマミムメモそうそうそう
ミュウエもいいね。3人。あ、待って、ドラも3人になる。そこな。合併する？他の名前でも。他の名前でも。他の名前でもはないな。ちょっと解明してもらう。でも、そうなんよね。あの、あれだよ。プレイリストさんに出演することが発表されまして、うん、全員で。お。で、あの渡辺あかりちゃん、HKT の渡辺あかりちゃんがノラさんの候補者だった。みんな挙げてました。あ、見たツイッター。見た。そう。囲まれてるって。そう、囲まれてるやつね。かわいい。そう。かわいい。そう、収録日もね一緒だったんだよね。懐かしい。あかりちゃん。そう。HKT さんと一緒でした。うん。そう、なんか私さ、そのプレイリストさんのさ、うん、背景でさ集合写真撮ってたじゃん、うん、あれなんかさ一人だけピースしてたよ。そう、これだよ。写真見てびっくりして、私何してるんだと思って。自分では理解してた、これって。うん、知らなくて。え、でこうやってたじゃん、うん、で、え、一人だけなのかなと思って見たら、うん、カホが、うん、こうじゃなくて OK ポーズ。それやばくない？なんか私は、あ、普通にカリちゃんピースしちゃってしたんだなって分かるけど、OK ポーズってやばくない？そっちの方が私ね好きなんだけど、個人的にそっちをいじっていただきたい。やだよ、カホやがるよ。やばくないこれ？やば、え、いや、うん、ピースも大概だけど。そう、ピースも大概。でもさ、写真撮るよってやったらこうするじゃん。あ、で、カリちゃんじゃん、もうなんか知らなかったんだ、話聞いてなかったんだ、目悪かったんだな感じじゃん。カオはさ、OK、これだよ。え、なんかでもこれに見えたのかもしれないじゃん、自分で。自分でというか、その他のメンバーがやってんのが、え、何やってんだろう、これかな、これかなみたいなかもしれないが、まだ話聞いてるから。本当に面白い。あ、カオは話聞いてるから、うん、それは面白い。いや、私本当にどうしてダブルピースしてるのか分かんないね。そう、危ない。みんなだから よかったね、一人だけじゃなくてね。よかった、カホがいてよかったなと思って。ギフトもありがとうございます、カホさん。うん、いつだっけな、放送1週間後ぐらいかな。いや、私ね、スケジュールに入れてる。お、27日1時35分、だから26日の深夜ですね。なるほど。26日の深夜25時35分かな、多分。なるほど。違うかもしれん、ちょっと待って。いや、なんかでもそうっぽいです。25時35分からかはちょっと分かんない。うん、どこだっけな。分かる。そのさ、プレイリストでギャルピーしてなくてよかったなって、なんか私絶対やりかねないからさ。やりかねんな。あ、よかったなって。そういう、これでまだよかった。天才、ありがとうございます。ありがとう。来週ね、来週だね。え、今日ゲームする？え、どうしよっか。ちなみにもうね、もうすぐね11時なんだよ。えー、なんだって。そう、でメール書かなきゃ。え、そうよ。だよ。え、あなたメールこれで書く？そうなの。どうする？うん、でもゲームする？なんか、奈々子さんはショールームさっきやってたみたい、ちょっとだけ。どうだろう、今やってんのかな？メールって、なんて言う？23時。23時までだよ。それよね。毎日アイドルの成果。すごい。オンライン。え、てかそれ。オンライブ。え、なに？なんだよ。なんだよ。え、今あれ、今あれやってるもんね。なんだっけ、しましたって。なんだっけ、ショールーム。あ、AKB さんが今ねやってるね。盛り上がってるところだもん。盛り上がってますね。どうしてる？あ、そう、日のこれでメールをかけるらしい。そう、日のがこの。じゃあもういつも配信しながらさ、うん、いじれるのすごいいいね。そう、私も端末別にしようかな。ありだよ。あり。新しく iPhone 買ったらそうしようかな。うん、ヒノは新しい iPhone にして、こっちをその SIM 入れて、うん、こっちは SIM なしの Wi-Fi つなげてやってる。ここでね、使える。そう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 、配信用。なんかその配信しながら、例えば Twitter とかさ、なんか便利だよね。はい、反応見たりとかさ、わかんないこと調べたりで。そう、まあ、でもね配信中にメール書くのはあんま、あの、得意じゃなくて。まあそうだね、話せなくなるから。推奨はできない。そう、推奨はしてないっていう。でもまあこういう時には。そう、わかった。じゃあ私の配信は55分で、うん、
締めようかしら。ちょっとメール書かない。私さ今日さ、うん、ずっと移動中見てたから分かるかもしれないけど爆睡してたじゃん、うん、お家に帰って爆睡してたの。あ、そうなの。ずっと寝てて、うん、覚えてないですか。何にも多分今日何をしてたか誰も分かんない正味ね、最近のメンバーみんな忙しいからメールなかなか送れてないよね。本当にすみません。今日はまあ簡単に言うと日野とずっと一緒にいました。そうだね、ずっと一緒に。お昼だよね、あれ。お昼も一緒に食べてて、食べたね。ずっと一緒にいたんですけど、一緒でした。今日本当にずっと寝てて。いいよ、でも一旦さ、一旦メール送るっていうタイムにしてまた配信してもいいと思うよ、うん、ああ確かに、それでもいい。まあ、でも一旦55分でおやめします、ね、おやめしますか。一旦私のメールを。そう、午後帰ってきて、でなんかもうあのキャリーバッグとかも解体する解体のもできずに。あ、そうなんだ、うん、寝ちゃって。ちなみにあの移動してる最中に覚えてる、うん、すっごい急にキャーって言って。誰が来るの？帰るよ。私私やっぱ記憶なくしちゃうんだよね。そう、私があの立ち上がって、うん、その帰りの隣を通ろうとしたら、うん、帰りが急にキャーって言ってでも私もノイキャン、イヤホンでノイキャンしてたからどんぐらいの大声か私も分かんないんだけど、でもキャーって音がノイキャン越しに聞こえてた。それはヒノが歩いてきたからキャーってこと。違う、多分寝ててなんかさよくあるじゃん、あのこう学校でさ寝てて急に体ビクってなるやつみたいな、うん、あ、それが起こったことも覚えてないけど、多分それが起こってキャーってキャーっつって荷物ボロボロって落として覚えてる、大丈夫かって。で、昨日が拾ってくれたもん。お茶、そう、お茶で私ありがとうとか言った。あ、やばい、やばい。でも私そっから帰ってきたら、うん、寝てた寝てたわ、やっぱり。から覚えてない、覚えてない。結構ちゃんと熟睡してたのか。あ、多分そうかもしれない、うん、何にも覚えてないもん。そう、多分キャーって言ってた、うん、あれでも疲れてる時に起きるやつだから。そういう、そうなんだ、うん、そんなことが。今もでも寝てた、移動中。今寝てない。え、寝ないんだ。今寝なくて。昼寝てる様子あんまり見たことないもん。そうだね、うん、この前なんかの時めっちゃ寝てたな。何の時だ。あ、ここで寝てるの見たことある。ここね、うん、それはねあるけど、さすがに寝てたけど。ベッドでね、たまにね、人来てんのに寝てるっすからね。それは全然いいよ、全然寝てもらっていいんですけど。私結構一回起きるとそのまま起き上がってられるタイプだから、うん、だから大丈夫なんだけど。そう、じゃ寝てた。うん、ね、疲れてんのよ。ちゃんと寝てください。寝ます。提出物は書き終わったんでしたっけ。はい、じゃあ明日忘れずに。はい。あ、あとハート書く、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 ハート書いてください。そうなん、テスト物がたまりまくってるんですね、私たちね。そう、あのテッドくん の, あの企画が今日解禁されたのよ。あ、三原さんと参加してる二次創作アートのやつね、うん、あれ皆さんもぜひ参加していただきたいんですけど、あの私の自撮りにこうテッドくんのまあなんかなんつうかイラストで融合させたやつ、あれもちょうどその先月にお話をいただいて、うんうん、で書き始めたのが今月だったの、うんうん、で結構そうでバタバタだった、ね、そうめちゃくちゃリハーサルの途中でもうマジで休みないタイミングに書き上げなきゃいけなくて、うん、すごいね、あのさ、あのすごい締め切りに追われてた私も当時。そうね、頑張って書いたんです。7月は本当にありがたいことに。そう、忙しいね、ね、今月は。え、こんなに忙しいの本当に。もう久しぶりっていうか、なんだろう、こんなに、なんだろう、ツアーリハもあったし、うん、あとなんだ、やっぱ提出物とか、提出物とか、まあアルバムの発売に関してもあったし、ね、収録もあったし、もろもろあって、うん、ツアーリハメインで公演とかもあったし、そうだね、活動もあったし、活動もあった、あったから、だからね、でしかもツアー終わって、ツアー終わってっていうか24日初日終わってからも30日に、寺井投げよ、寺井の卒業公演が
前半がちっちゃいもんね、後半が私たちも出演させていただけるのかな、はい、なのでまあね、まあ、リスンちょっとあるかなみたいな感じだよね。でもね、こうメンバーのね最後のやりたい曲とか見れるのね、結構好きだから私卒業公演だから頑張れちゃうんだよね。頑張れる、それはそう、うん、頑張ろう、それは大丈夫ね。サラの時も大変だったけどさ、その2期生がだいぶね悲鳴上げてたよね。そう、なんかドラはとかも先帰ってて2期生のみんなが踊るみたいなやつでさ頑張ってました。昨日何時までやってたのって言ったら驚くべき返答がちょっとここでは言えな ないけど驚くべき時間まで驚くべき時間までやってたねあらまあみたいな、まあね、みんなで頑張ってたりもしましたから。あらまあでした。あれはすごい頑張ってるの。やばい、あと1分だ。ちょっとじゃあランキングを見します。 OK、 すやすやん。あ、そう、まゆめももあんのよ。まゆめもクラクラが27。あー、言ってたね。だっけ、26だっけ、うん、どっちだっけな、13位、第3、ありがとうございます。26だ。ごま、まごしろうさん、ありがとうございます。やなさん、ありがとうございます。すぐさん、ありがとうございます。えちごんさん、ありがとうございます。古川さん、ありがとうございます。はくたかさん、ありがとうございます。なおくんさん、ありがとうございます。にしたむさん、ありがとうございます。ぼんたかさん、ありがとうございます。しげさん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。そして1位がエルトさんです。ありがとうございます。うわ、タコありがとう、ありがとう。じゃあちょっと以上、まあこれは言って終わりますけど、ちょっとひなちゃんの方で私がメール打ってる姿が配信されるのではい、はい、じゃあ、なんだろう、今週も、まあ昨日も一昨日も連日して、うん、私とひのみんな追っていただいてありがとうございました。じゃあツアーをね頑張ります。とりあえずそうだと24回なので頑張ります。じゃあまたね。はい、ありがとう。ということで帰りの配信も終わったけど、はい、どうしようか、一旦メール書くか。あ、そう、ちょっと一旦書きます、ね、じゃあ一旦メール書きます。さてさてさて、なんかぼ、あ、カイリもうちょっとこっち、あ、でも映っちゃうか、画面が、あ、全然いいよ、画面が、ね、画面、あ、画面そう、携帯の画面が映っちゃうかなと思ってよいしょ。ではおやすみ村を送ります。おやすみ村、おやすみ村メールを送ります。私さ、うん、メールですっごいおやすみ村って使ってるんだよね、一人でに。え、勝手に、革命無許可でいいよ、無料で別にいいよ、使用料取らないから、別に、うん、やばい、すごい今検索したらさ、うん、最近は使ってなかったんだけど、うん、3月3回使ってた。え、あ、重くないかな、写真撮ろっかな。何の、あ、メール用に、そう、すごいアイドルの撮る、いいな、自撮り、うん、Thank you。 私も、おい、あい、あい、メガネなんだよな私。あ、気になる。そう、あんま可愛くない。メガネ女子いいなって思うけど。嘘、うん、ヒノが今日だってメガネなのってコンタクトがなくて目が痛いからだよね。あ、ごめん、ちょっとごめん何にも間に合わなかった全然、うん、ありがとう。はい、そっか、やむをえなくメガネ。そう、やむをえないメガネだから。これお分かり、お分かりですか今写真撮ったものを送るという、うん、帰りと、あ、もうこれ口出しちゃうんだよね、打ってる文字。え、でもメールってあの閉ざされたコンテンツだから閉ざされたそう、口に出すとダメなんですよね。ダンスニー、ダンスニー。今日本当にヒノとずっと一緒にいたかも。そうだね、一回お家帰ったけど、そう、お家帰って寝てまた、うん、日野はペットボトルを片したんだ。ありがとう。だね、あっちにね、大量に山積み、いや、大量に山積みってその袋に入ってんのよ、うん、日野が私のために綺麗にしてくれて全然映ってないね、かい今全然追っかかってたと思う、ね、こっちにかかる。そう、よいしょ、最近さ、うん、もうこれはもう怠惰なんですけど、はい、あのあんまりメンバーと写真を撮らない
え、わかる？ツーショットとか最近全然撮ってなくて、あの前はなんかことあるごとに撮ってたんだけど、なんかもういつも撮ってるからいやっていう気持ちになっちゃって全然なくて、写真が特にリハーサルの時とかは確かにそう ないし、確かにそう、なんかさ全然最近撮ってると思ったらもう半年前しか写真がないみたいな、えよくあんのよ。全然その別になんか嫌だからとかじゃなくて、純粋にもちろんまあいっかみたいな、なんかいつも撮ってるしなみたいなテンションで撮らなくなって、そう全然写真がないって今、まあ、ななこさんの写真を探しながら思った。ああ一旦昨日ちょっと探すと時間ないから。先輩ってさなかなかこう公園とかさ、そうそうそう一緒にならない、クビにならないとさ、あ待って、でもおつぼねがあるはず、おつぼねの写真があるはず、探すぞ、私は探すぞ、私もななこさん、おつぼね、おつぼね、いつおつぼねとやったっけな、おつぼねさん、いつおつぼねさんとやったっけな、この辺ここちっちゃいもんだ、あやばい、もう23時になる、やばい23時だ、23時、5月とかにやった気がするな、5月、なんかさおつぼねまみむめも、そうおつぼねまみむめもやった、あった、おつぼねあったぞ、あー23時だ、うん、お疲れサンドイッチ、次4月12日マミムメモ、あとへえ、ななこさんずっとそれ言ってるよね、うん、よしオッケー、もう頑張って書いた、爆速で送った、20分後ぐらいに届くと思います。NMB さん9期生さん募集なんですって。え、早っ、え、早いよね、なんかこの間メンバーが加入されたと思ったら、わかる、え、お、なんか多いな、そうだね、でも私たちもそうなるのかもね、もしかしたらもう4、5、6、7、8ってくるかもしれない、すぐ確かにこの減り具合だとね、そう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 、いつ来てもおかしくないよね、だってさ、今33じゃん、こっから3減るよね、30テラとそうユナとユナコさんだから30人になるんでしょ。え、一期生さん何人になるんだ。レイニャーさん、ミハルさん、あ、6、レイニャーさん、ミハルさん、リカさん、ひなたさん、つぐみさん、マリナさん、あ、本当だ、6人だ。で、ドラが3人でしょ。あ、3人、あ、3人だね、2期生がカホーヒーの夢、ゆう、やひ、はる、あお、まなさや、ななみ、あ、ななみ、10人かな、誰か、誰か抜けてないか、10人、でも10だと、今11だからテラヒナが卒業したら10かな、三村ひろ、これ配信してる？え、配信してるよ、配信してた、よかった、配信してた、配信してる、10人といる2人だからね、ちょっと私もやっぱり配信再開させようか、うん、いいんじゃないかい、何時までする、うん、決めてないな、決めてないな、分かんない、いや本当は今日、その奈々子さんの卒業発表があったから、最初のね、あのアイドリングトークが長かったけど、
本当はね私たちゲーム部になったのでねゲームをねわちゃわちゃやろうかと、ゲーム上手くなろうぜ大会をね後半やろうかと思ってたんだけど、もうね配信始めて結構今1時間、ね、1時間2時間2時間弱ぐらい、1時間40分ぐらいかな多分今。嘘？え？嘘？違う？あ、9時見よっか。9時11分ぐらいだっけ？2時間ぐらいじゃあ、ちょっと今わからない。よいしょ。配信ね、ポンポン。あ、そうだね。9時11分から配信してる。すごっ。すごっ。何それ？腹時計？ねえ私の第6巻どうなっとるのあそこの時計見た。ああ見てたの。私目悪くて何も見えない。えあれも見えないの。あれ見えないよ。えこっからコメント読めないから。嘘でしょ。だからだからそうしてたの。だからここで見てんのよ日野。なんでねえねえそうねえねえそう後輩ね後輩。じゃあ私も再開させます。うん、じゃあ23時3、40分ぐらいまでで。そうだね。よっ。そう、眼鏡ね、これもう昔のでね、ちょっとそろそろ作り直さなきゃ。これちなみに本当に見えないんだ。ね、どんぐらい、どれぐらい見えないかな。ね、なんかいいのあるかな。あ、じゃあこれはね、はい、スマホ、これ読めないコメント。これでやっと読める。待って、そんなだったんだ。この距離で読めるやっと。裸眼だとね。なんだっていい。おいしょ。で眼鏡かけるとまあまあ生活にギリギリ支障がないかなぐらい。どうですか。ちょっと待ってくださいね。はい、ヘアチェック入ります。めっちゃゴミ映ってんな。私のゴミだったの。私の部屋にゴミ映ってた。どれがゴミなの。これ。あ、そうなの。めっちゃゴミ。ゴミだということに気がつかなかった。あ、くしゃみが出そう。あら。日野風にやりますね。はい、頑張ってください。あ、出なかった。喋った。喋っちゃったから。それも真似すんの。喋ったら出なかった。あ、配信してなかった。配信せ。配信せ、せっかくなら。ででん。ででん。復活はしたがいいが、復活したはいいが、復活したよ。そう、ペットボトルはソヒノが綺麗にしてくれました。そう、ペットボトル綺麗にした。はい、ああ！いや本当によくねあれなんです。お水とかお茶とかなんかさ、よく飲むって言うとさ、もう日のお酒飲めるからさ、なんかお酒飲んでるみたいに思われちゃうけど、うん、そうじゃなくて。よくなんだ、普通の飲み物飲む。みんなお酒あるわ今家に。あ、飲む？あの誕生日迎えてから飲んでるの？え？まれに？まれに？まれに？なんだそれ？1ヶ月経って。一、うん、人で飲むの？まれに？まれにだよ本当に。最近は飲んでないけど。意外だわ。なんだろう、寝たい時とか、なんか次の日が仕事なくてでもなんか寝たい時とか、うんうんうん、そうだね、なんかその支障をきたさない程度に。まあそうだよね。なんか寝たい時は何するかな、なんかどうしても変な時間に起きちゃったなみたいな時とか、あとなんか普通に、なんだろう、なんだっけ、この前一回公園、先月かなの公演の時に、公演終わってからお酒飲んでるとなんか楽しいみたいな疲れがね、そのなんか思考みたいな話をみんなしてたから、ショールームとかでも。だからあ、ファンの方結構お酒飲むよね。そうだから試してみたりはした、びっくりした。公演って言ったから私も公演前に飲んでるのかびっくりした。ちょっとでも私 ね、あんまり変わんないと思う。だから、お酒飲んだ後ショールームしても多分
その、なんて言ったかな、分かんない、気づかないと思う、うん、みんな。え、確かにみんなさ、それ気づくものなの、なんて、その気づく事実はどうかわからないけど、うん、なんかたまにじゃあメンバーで、うんうん、え、これお酒飲んだ後なんじゃないかって思うことあるんですか。気になる、気になる、あ、NGT のメンバーでですよ、もちろん、うん、あるね、だって、あるの、ね、私ね、聞いて、なんか私普通にさ、あの普通にしてるのによくお酒飲んでるとか言われるの絶対じゃあ誤解する、私のことじゃん絶対面白い、絶対そうだわ、面白いなそれは、うん、タメさん、うん、それはね、深夜テンションとか、うん、なんだろう、確かに、ちょっと待ってね、あるねだって、え、ちょっとどういう時じゃ帰りの話それ、いや、うん、そのメンバーの話、どういうのと思うの、私逆にあんまりわかんない、その人のそのお酒の変化あんまり、まあね、全然わかんない、お酒人狼楽しそうだな、楽しそう、そのショールーム配信してこの中で誰かがお酒飲んでますって、でそのお酒飲みながらの配信はダメなのよ、そうだ、ね、確かルールとして だからその飲み終わってる、出来上がってる状態で、ね、出来上がってる状態、うん、まあショールーム配信がダメなんだったら動画とかね、うんうん、でもちょっと面白そう、ね、見破ってもらいたいね、そう、いやこの子でしょって昨日はね、多分ね、分かんないと思う、あ、分かんないかも、私も分かんない、うんうん、そう、分かんない、メンバーのお酒事情どんぐらいみんな話すのか分かんないから、あんまり、うん、そう、あれだけど、カイリーと一緒に飲んだことない、へぇ、誕生日の時ぐらいじゃない、そう誕生日の時、びっくりした、それ忘れてるのかと思った、違う、でもこう、なんだろう、ね、こう、なんていうのかな、改めて一回しかない、はい、そう、ない、うん、乾杯みたいな時期で、うん、みたいなない、ね、あんまりないね、こう私、全然なんかね、本当に飲まなくて、うん、最近特に、え、最後にね、お酒飲んだの、日野のお誕生日っていう、全然、そっか、そっか、そうなの、なんかさ、ひなの誕生日の時に差し入れでさ、うん、誰かストゼロ持ってきたのよ、誰だったかな、わかんないけど、うん、ずっとあんだよねちょっと一人でストゼロ回収されないの、あ、ずっと一人で帰っちゃったのか、みんな、そうそう、ストゼロあの怖くて、なんかそう、そんなにみんなが長時間いたわけでもないからさ、うん、だから確かにずっとあんだよね、でもさ、ずっと置いといてさ、上とかが来た時に見ると、あれ、うちの日のもうストゼロとか飲むようになったのかしらみたいな、もうびっくりされる、でもママはその誕生日の時に来て一緒に飲んだ、うん、あ、そうなの、誕生日の次の日か、うん、そうそうそう、へえ、パパは飲めなかった、あ、そうなの、ちょうど日のが実家帰ったタイミングで新潟来たの、実家帰ったタイミングで、ああ入れ違いになっちゃって、あらまあらまあら、パパはあのあれに行ったのよ、あ、劇場の、そう、言ってたね、なんだっけ、え、コンサートの、そう、鑑賞会当たっちゃって、いや当たっちゃってて、かすごくない、うん、確率的に、そう、結構あれ当たらないでしょ、すごい、それに行って、だからちょうど日のその時実家にいて、そパパ泣いてた、まさかのパパ、パパ新潟で日野と一緒にお酒飲みたかったよ、ね、だよね、せっかく来てくれたのに、娘は埼玉にいるし、すれ違うし、そうそうそう、でまたそこですれ違ったの、こうなったの、あー、うん、なんかほとんどそう、それは泣くわ、パパかわいそうでしょ、パパ、うん、かわいそう、パパって結構娘もいるよね、私のお父さんもね、なんか私がすごい今一人暮らしに憧れているの、はい、だからなんかことあるごとになんか出かけたりするとね、うん、パパ、うん、もう帰りがこうやって出かけるのは、うん、もう最後かもしれないねとか言うの、私が、そしたら、うん、本当にパパが悲しがっちゃってかわいい、うん、悲しんでくれる、うん、私はまあそれが嬉しくて言っちゃうの、そう、スーパーとかコンビニとか行くだけでももう帰りが次コンビニ一緒に行くとはわからないからって言ってるかわいそうだけど、なんかさ、うん、たまに帰りのさ、うん、家族エピソード聞くとさあのたまにすごい親に辛辣の時あるよね、うん、よく聞くわ、そう、お父さんはそれすごいビクビクして
私そういうの冗談でも言えないわ。いや優しい、それが本当だよ意外と辛辣だから逆になんか私ずっと新潟にいるからさ、なんか、うん、なんか父母がさ、なんだろう、はい、そういう子離れをまだしてない。なんか子離れ何、うん、親離れ、私が親離れか、そう、うん、それがねないから、うん、いつなんだろう、いつなんだろう、ね、そう。え、でも一人暮らししたいが、え、本当にしたい、あ、あるんだ、うん。でも私が言うのもなんだけど、会議できないと思うんだよね。ねえ、そんなか。でも試したいの、自分を。自分の生命力を試したくて。生命力はあると思う。生命力はあると思うけど、うん、でも正直私と同じレベルか、もしくはその下のレベルで生活力がないの。生命力はあるけど。やだ。え、自覚がなしで終わりですか。まあ、ある。あるけど、ある、ね、そう、確かにね。だってさ、なんだろう、だってだってなんかさ、2年前ぐらいの誕生日の時にさ、ひの、うん、の家来た時にひのがそれ知らなくて、誕生日来てくれるのみんなが、うん、でめっちゃ部屋汚くて、うん、すごいペットボトルみんなで潰した回があって、うん、あの時さペットボトルの潰し方わかんないみたいな言ってなかったっけ。そう言ってたよね、言ってた、ね、あ、私初めてペットボトルを何始末したんですよ。始末なんか、うん、でペットボトルの何捨て方全然やったことなくて、うん、え、そうだよね、ペットボトルってなんだろう、潰すんだって思う。そりゃそうだろう、まあ、そこで習ったそう、確かに生活力はね、まあ、日野に匹敵するぐらいないよね。ないんですよ。洗濯はしたことありますか。ないんですよ。ない、うん、私もまあ別にそんな人のこと言えないけど、洗濯してないの。してる、してる、してる、さすがに。あの実家に住んでた時に洗濯をできるか、一人で全部できるかって言われたら、これは洗って、そう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 、よかった、そう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 、びっくりそれちょっと大ファンキーすぎ。そうよね、だから、いや今まで私どうして来たのって思って、新潟来て4年経って来たんですけど、ね、洗濯経験がなくてみたいな。いや面白いけど、なんか3期生とかで、ね、そういうメンバーいたら面白いけど、いやだな、ちょっとアイドルとしてはね、そうだね、ないアイドル的でも、ね、一人暮らしだったらね、洗濯もさそんな毎日やる必要はないと思うからさ。あー確かにね、なんかそのまとめれば、ね、ちゃんとそうまとめて洗うけど、うん、私もそうね、確かに、そう、でもご飯かな、ご飯ね、いやそう、正直私もコンビニばっかだから良くないの。いやわかるよ、そうなるよ、マジで、マジでなるのはわかる。何作れる、いや本当に料理目つくものが全然、あ、でもこの前カルボナーラ作った。え、すごいじゃん。そう、美味しかった。あ、作ったっていうか、なんかタレかけたんだけどパスタよりタレかけたって。そうそう、あ、まあでもでも私もそれが、あ、そう、なんか自分の中ではそれもそれすらも進歩みたいな。わかるわかる、うん、わかる、料理できない身あるあるじゃない、うん、それなんかそれにえタレじゃんって突っ込んでほしいんじゃなくて、もうそれができたことだけでもねってことね、自分の中ではもう、え、でも大ニュース、一応さ、私的に思うんだけどさ、カイリーは料理できない民でしょ、うん、できない、ひの料理やらない民なのよ。あ、やらない民ね、あー、そうそう、できなくはないと思う、正直。確かにね、ちゃんとレシピ見て、もしかしたらできるかもしれない、やろうとすればできると思うの、うん、私のか、多分ね、確かに、わかんない、あの、もしかしたらね、あの、もしかしたらちょっと、あの、うん、ちょっとあれかもしれんけど、うん、あれかもしれん、カイリーは私は何かありますか、そういう経験。でもすっごいちっちゃい時からこう電子レンジに因縁があって、はい、なんか私2歳の時に父親のなんかその時ガラケーだったんだけど、ガラケーをポッて取って電子レンジの中に入れて、やばすぎる、ピッ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 ってやってチーしちゃったんだけどお父さんのガラケー、まあ、それで、まあ、お父さんの携帯はもう連絡先とかもパーになって、はい、でもなんか普通だったら怒るじゃないですか、でもパパは、うん、いやカイリすごいみたいな、なんていうんだ、そんな2歳で電子レンジ使いこなせる、まあ、2歳じゃないけど、まあ、2歳だったらね、うん、そう、そこから私、うん、まあ、そこからではないけど、もともと料理できなかったし、その話を聞いてからなのか、なんかこの前ね、ちょっとみんなに言ってないんですけど、うん、電子レンジで食べ物を爆発させてしまって、うん、え、なんかでも卵が爆発するのは知ってる、それはやらないの、はい、はい、知ってるね、あのなんか普通にお惣菜みたいなものをラップして温めたら飛び散っちゃって。何のお惣菜？なんかひき肉と
ぼうと人参みたいな、なんか本当によくあるお惣菜なんですけど、それをラップして、結構ラップをピチピチにしちゃってたの多分私、はい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 、それ で思ったよりも熱しちゃって、うん、ボーンってなっててか稲妻もちょっと見えたの、なんか、あ、はいはいはい、稲妻見えて、えって思って歩こうとした瞬間にボーンってなって、はい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 、えーってまさか、うん、水分が足りなかったとかじゃ、そうそう、多分そういうことだ、ごぼうとか人参ってなんか水分足りなそう、うん、カラカラだったで、ね、まあ、ボーンってなって、あのこれはまあ普通に、なんだろう、経験が足りてないし、そうだね、ああもう料理電子レンジ向いてないなって思って、うん、電子レンジってあんまり料理とは言わないけどもう加熱すらもそれすらもダメだなって、うん、私もね人のこと言えないけど、でもあのさすがにそれはやったことないあのなかった、昔寝ぼけて電子レンジにパン突っ込んで溶かしたことはある。パン電子レンジしちゃいけないの？ほらえ、待って、やりかねないんだけど、どういうとこがダメなんですか？てかもうむしろやってるかもしれないぐらいのレベルなんだけどパンってオーブンで焼くじゃん、オーブントースターとかさ、ダメなんだ。で電子レンジは違うじゃん、そのじゃあ用途としては爆発した、爆発ってか爆発じゃない、なんかその寝ぼけてたの私、うん、だからあの皿の上に乗せて、で皿とパンがくっついちゃったみたいな、あ、私の方が上だった、教えてくれてありがとう、多分一回失敗するとこだったいつかやる、うん、やりかねない、食パンね、食パン、よかった、そうそうそう、なんかこういう風にさ一つ一つ失敗しないと学ばないから、だから電子レンジで こ, う、あ、この食べ物はダメ、これもはいいとかさ、うん、そういうのそうそうそう、クリクリしなきゃ、なんか別にパン自体がダメなんじゃなくて、オーブンと間違えて電子レンジでやっちゃったから、別にパン自体をオーブンじゃなくて、あらあら、電子レンジで温めるのは別に悪くないんだけど、うん、そうそうそう、それは私が一番やらかした時かな、料理系で。確かに、でも私は本当にやらないからね。え、じゃあ待って、ピザとかも温めちゃダメってこと？うん、別にそういう、ピザはいいの？で温めるのは別に悪いことじゃないの、ただその生の食パンを焼くには電子レンジじゃなくてオーブンだよねっていう。確かに生の食パンを温めようと、なんかすでにそのパン屋さんで買ってきたパンを再度温め直しますよってなったら別に電子レンジ、あ、そうだよね、そうだよね、あ、なんか古いのもやったことある、オーブンの方がカリカリかもしれんけどね、それはなんか、ま、そう、そう、普通に朝ごはんで食パン食べますよってなった時、実家で一回やったんだよね、それを。ガチ寝ぼけ、うん、なるほどね。昨日はその別に一人暮らしだし、誰に作るわけでもないから、家族とかに作るわけでもないから、あのわざわざね、疲れた体でさ、食材買ってさ、一からね、仕入れて作ってってやるの、なんかすごく非効率的だなって思っちゃって、だからもう既製品のね、コンビニとかさ、そうだよね、外食とかで済ませちゃう、よっぽど料理が好きとかじゃないと、ね、そうそうそう、だから逆にすごいなって思って、チカナとかさ、本当にすごい、ゆうとかさ、実家暮らしなのに料理できる、ねえ、それね、ほんとにお母さんの手伝いを昔からやってきたとか、そういう話なのかな、そういうことだと思う。私は逆にしてこなかったんですよ、ずーっとでもなんか、あの私妹いるんですけど、あ、ひのとはないですね、はいはい、あのお家に私がお留守番してても、絶対なんか妹だけに頼まれてたの、なんか妹はその洗濯物を取り込んでねとか片付けてね、お風呂洗ってねとか、なんか頼まれてて、私なんかずっと頼まれなくて、はい、なんでなんだろうなって思ってたんですけど、うん、多分そういう不器用さはもう見抜かれてて、見抜かれてもう嫌だし、失敗されるぐらいなら、いや、そう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 、妹が今でも全部洗濯物、そうなんだ、分かる、妹の方がしっかりしてるよね、ね、なんでなんだろう、そういうものなのか、なんか、うん、妹が新潟来た時にね、部屋綺麗にしてったわ、妹がね、妹が一回家綺麗にして帰ったの、そう、家綺麗にするためだけに来たことあるわ、ねえ、ごめんねって言って、そう、ごめんねって言って、え、何歳違うっけ、2個下、あ、一緒だ、一緒、あのね、青と春と同い年かな、え、一緒だ、今年高3、あらあらあら、そう、でも、でも妹よりもそのなんていうの、優れたところももちろんあります、そうだね、もちろん、そうですよ、そうですよ、家事だけが全てじゃないんですよ、生活力なぜか妹の方がある、なんでだろうね、分かんない、私も正直なんでなんだろう、長寿あるわ、あ、長寿、あ、そう、二人とも長寿だか、
そう、なんかしっかりしてない長女なんだよな、うん、私もそうしっかりしてるねって私のこと知らない人は言うの、うん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 、でも私のこと知ってる人は、うん、そう言わないんだよ、ね、妹ちゃんしっかりしてるんだって、うんうんうん、そういうとこ、そう真面目と変人のね同居なんだよ、私そう帰りは天然箱入り娘、天然世界線どっちがいい？なんでもいいよ。もうどっちでもいい。嫌だ。え全然、なんか本当も思えせめて。それな。なんか私結構最近思ったんですけど薄いんですよね。そのなんかなんでなんだろう。なんでもいいって思っちゃうの。なんでわかんない。感情？うん。感情薄かったらあんなにわけ言わない。あそっか、じゃあ濃いのか。ちょっと違うかもしれない。濃いんか。なんかね。面白いよね帰りね、いやいやいや、なんか言われるがままって感じ、犬もそうだけど言われるがまま、確かに、うん、否定もしない、ああそう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 、まあでもその子が言うならそうなのかなみたいな、分かんない、帰りよく分かんないけど、そうな分かる、聞いてんのかな話みたいな、うん、っていうのが帰り、そうなんですね、あタックル懐かしい、ナッツ、うわ、ナッツ懐かしい、超本人じゃん、誰、あ、違うかな、夢なんかちょっと違うなと思って、いや、超本人だよ、的はこっちだったんです、的をすんな、本当はこっちに向かってきたかったんだよ、本当にやばい、生誕祭、本当に私の生誕祭でね、そうカイリがあのちょっと待ったってしてくれて、でそのちょっと待ったの行き先が、あの目つぶって突進して、な目つぶってたの見た、見た、なんか意識してなかったんだけど、うん、後で見て、うん、でなんか DM でヒノがすごい目パチクリしてて、うん、そう、あの写真大好き、私これがヒノ、あんな顔してピクサーみたいな、あんな顔で泣いてる、そう懐かしいな、そうなのよ、うん、夢がねタックルされてさ、本当にそう懐かしい、それから田辺先生の、さ未完成のイラスト、うん、未完成の落書きか、うんうん、でも帰りが夢に突撃してたの知ってる、え嘘、チェックしよう、嘘、あ見てない、ちょ見せ、そんな大事なシーンがあったなんて、あの見ればわかる、多分それは大事、いやあれ本当になんか劇場館の思い出なんですかって言われたら3本指に入る、私の勝手な日野の生誕祭なんだけど、えそうなの、もう私そのぐらいちょっとね、自分で衝撃的でした、これすごいのよ、うん、何見て、え動画、あ動画なの、そう動画も作ってくださってて、え田辺さんが、そう、えあのイラストでその流れ落書きを、コマ送りみたいな、あうんとね書いてるのを連ねてんだよね、えみんなも見た、これ私もさ引用リツイートしたけど、見よう、そうこれその未完成の、すごい、最初しょっぱなスイーツ部から始まって、めっちゃ似てるね、そう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 、特徴を捉えてる、そうスイーツ部からのおつぼねなんだよね、あ本当だ、早めようかな、え待って、ななこさんっぽい、え本当だ、ななこさんのその駅伝をからの、そうみたいな、駅伝からの、本当だ、そう私ぶつかるからのジブさんたちのみんな、そうジブさん、こういうジブさんなんだよね、そうみんなそんなつながりがあったなんて、そうひのはひのにはぶつかってないの、私夢ぶつかってない、夢たんにぶつかったんです、そうそうそう、そうだった、そうこの辺もさ懐かしい、マナユとか、あとここはねラーメン部の並びだったりとか、あーラーメン部だ、そうあのイラスト自体は2人ずつだったんだけど、これ親指のノエさんとワニの、懐かしい、そうそうそう、アイナさんとか、こういう角さんがいてキャプテンが引っ張ってるみたいな、すごくないこれ、ありがとうございます、私これ結構さ感動しちゃってさ、ありがとうございます、いいよね先生、先生もじゃあタックルは覚えてくれてるって、そういや懐かしい、あれはもう本当にいい思い出、思い出にしないで、わかる、日野の生誕祭ね、いや生誕祭まだ今年やってないから、そうだね、うん、呼ばれてないわ、今月はだからもうないんですよ、あもう絶対、ね、発表されましたからね、めっちゃ足出てたわ、しかもツアーとかで、そうツアーらしい、いや、まあ、26にあるんですけど公演、ああそうクラムメン全然あるんです、クラム
もあるんですけど。確かに確かに。そうね、来月できたらなっていう気持ち、うん、なんかいろいろ重なっちゃって、その準備とかメンツとかツアーとか重なって、その全然生誕祭がなんかできなくって、そうそうそう、だから来月中にはやりたいんだけど、ちょっとまだわかんない、わかんないです。そう、20歳、ちょっとカエリさんがそこにいるかちょっとちょっとちょっとね、痛いですけど、ちょっとどうなんでしょうかね。タックルしてくるからね。そう、去年のことがあったのでね。ちょっとタックルしてくるから、なんとも言えないね、ちょっと。さすがに、私も擁護しきれません。もしかしたら、DM 見ていただくかもしれない。いやー、そうそう、私、今年度、一回も生誕祭に出させてもらってない。4月から。まあ、でもそもそも生誕祭そんなにできてなかったのか。やってないね、あんまり。そうか、うん、あ、はるかもまだだ、そういえば。はるもまだだね、私の後だから。そうだね、あのそれ以来誕生日やってない。どこからと思ってるんだ。日野からでやってない。もう日野からか、うん、でもはるもはるで多分別の理由があると思うけど、その、あ、そうだね、準備期間だったりとか、うん、あとまあスケジュールかな、はるの場合だと。そうね、そう、その理由はいろいろ、みんな忙しいしね。いや本当にその通り。特に春はさ、あの26でしょ、うん、もうだからアイドルさん卒業公演でアルバム発売でもうツアーだから、うん、結構やるタイミングなくて。そう、日野の時は誕生日前後はやってたからさ。そうだ、あれだけど、ぜひとも読んでいただきたいですね、日野さんには。約束はできないね。約束はできないらしいけど、まあぜひとも、ぜひとも、はい、検討しておきます。お願いします。そっか、結構じゃあ押してる、押してるっていうか、まあしょうがない押してるんだね、スケジュールで。うん、まあ優がこの前誕生日なって、でもそれ以外はまだないから、誕生日みんなだからまだ3人ぐらいしかたまってない。ただ8月はたまるよ。6人ぐらいでしょ、だって。でも奈々子さんと優奈子8月なんだ。するかな、ユナはどうだろうね、わかんない。ユナはちょっとあまりにも被ってるから。わかる。もしかしたら卒業公演シフトかもしれないね。そうね、セレモニーもあるし、委員会自体がね。そうだね、まあ、どっちにしてもでも私はユナ子も描くし、お絵描き。あー、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。じゃあなた描くことは今言ってないけど、描くそうだね。帰りも描くけどね。帰りも描く。何がいい、どういうのがいい。でも私らしくあってられば全然。去年ね、あれ書いたからな。そう、あの列車書いたからな。タックにするか。すごい、なんかさ、タックにする。タックにするか。誰か日野になんかお金払ってほしいかも。なんかもう毎月さ、ほぼ毎月じゃない。そうだね。あんなにもういい絵をさ。三期生も帰ってっからね。そう。びっくりした。だってもう NGT の仲間ですからね。そうだよ。そう。いや、会ってないからさ、どんな子なのか分かんなくてさ。まださ、表情会いたいよ、ね、写真なんだよね。会いたい、早く選んでる。なんかこう、どんな、みんながどんな感じの子なのか早く知りたい。知りたいね。知りたいよね。会いたい、早く。わかる。ね、それこそゲーム部も呼びたいしね。わかる、うん、ねえ、絶対、うん、何いるのかな。11。ええ、3期生でしょ、うん、あ、そうなの。え、2期生とあんまり変わんないんだね。うん、あんま変わんない。あ、そうなんだ。そう、33だから。そうかそうか、あ、言ってた、11、11、11みたいな。そう、1期生とドラも足しちゃえば11、11。そうだそうだ、そう言ってた、日野が言ってたんだっけ、それ、うん、私。そうだね、そうなんだ。ね、いいな、いいね、ツアーもね、あるいやー、楽しみですわ。 ね明日頑張ろうっていう。そう、いや、待って、もうこの後私作業しないと、書き物しないと。ああ、そう、私もハート書く。提出ちょっと全然わかんないから、きっとハート。あ、そうだね、ハート分かんないと思って。提出物がね、溜まってるんです。何回も終わってくる、寝れないね。そうなん、寝るけど、全然寝るけど、全然寝るけど、ね、やっぱ寝なきゃダメだね、人って、うん、でも明日ちょっと早まってたね。あ、本当に、う
予定より早かった。あら、そう、あれあらあらと思ったらなんかそのあそう変更はい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 ろいろありましたけど、睡眠本当に大事大事、うん、大事だった。なんかね、どんなに忙しくてもメンバーはね、いやわかんない、同期は寝てると思う。同期って同期ドラさん、2期ドラは結構寝てるイメージはあるけど、ね、寝れてますか。私なんか最近本当に睡眠大事って気づいて寝てる。あ、みんなヤクルト1000飲んで寝てください。なんかね、気づかない時期があったの私、寝なくても生きていけるって。そう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 、はい、で毎回気絶してたの。やば、なんかこう意識的によし寝ようじゃなくて、もうギリギリまで何かしててもバタンみたいな、うん、それがなんか私の生き方だみたいな思ってた時があったんですけど、うん、やっぱりそれだと次の日にさ最高の状態になってないっていうか、なんだろう、はいはいはい、やっぱり体があれだから、うん、最近本当に寝よう、寝る、それこそ昨日もホテルもすごい8時間ぐらい寝て、うん、え、いや私も人のこと言えないわ。え、何何時間寝たかな。私もでもそんな感じだよ。あ、本当に8時間寝れたら結構、うん、むしろもっと寝てるかもな。昨日普通に動画見ながら寝たな、 YouTube、 そう、全然うるさい動画でも寝れちゃうくらいには疲れてるかな、うん、日々ね、ね、でもね、そう、私もこれよくこうあのショールームで言うんだけど、あんま疲れてるって言いたくないっていうのがあって。あ、確かに。なんてかっていうと、みんな疲れてるから、なんかそのこういう風に疲れてるっていうのはあれかもしれんけど、なんかそのああ疲れたとかさ、そういう風に言うとなんかあんまりみんないい気はしないから気をつけてるんだっていう話をたまにするんですよね、みんな。確かに。忙しいもあんまり言いたくないみたいな。絶対ね、多分ね、毎日サラリーマンしてる人が忙しい、絶対みんな、ね、みんなの方がやばい、スケジュール送ってる人いそうだよね。休日はね、こう NGT 劇場行って、平日はもう朝から晩まで残業ずれなんです、ちょっとブラックでうちみたいなそういう人たちの方が多分忙しい、うん、そう、マネージャーといい勝負だと思う、それは。あ、分かる。マネージャーさん見てたらもうさ、うん、マネージャーさんになんか忙しいですとか絶対言わないもんね。そうなんだ、マネージャーさんが忙しい何がどのメンバーよりマネージャーさんが忙しい。正直絶対マネージャーさんになれない、うん、なれないね私、うん、人手が足りんし、そう、こう夜中でもこうメンバーのさ、なんかあった時のためにさ、連絡取れるようにするし、そうそう、出動できるように、うん、すごいなって思っちゃう。どのメンバーの案件にもねついていかなきゃいけないし、分かる、そう、本当にね、すごいね。マジで休みないと思う。多分なんか誰だっけな、そのなんかそんなにそこそこ、うん、なんだろう、第一線マネージャーとして活動してない、そのさ、なんだろう、雑務的な方の、その事務的な、そう、事務的な方の、あのマネージャーさんでも今月休みなんか1回2回ぐらいって言ってた。大丈夫、やばくない、やばいよね、やばいよね。これマネージャーさん本当にタフなんですよ。タフなのかな、ちょっと体大事にしてほしいけどね。私あのなんかね、なんだっけ、ワクチンさ打って普通さ、うんうん、そんな動き回れないじゃん、はい、なのに打ってからすぐなんか冷えピタ張りながらお仕事してて、あ、そうなの、でそう、どうしたんですかって言ったら、いや実はワクチン打ってさとか言って、ちょっとちょっと寝てくださいみたいな、本当にそうなのよ、みんな忙しくされてるから。だからね、わかる、マネージャーさんにそれを言えない。そうなのよ、そう、やばいよね。いや、まあ、それは別にあのこっちが厳しかったんじゃなくて、本人がストイックに頑張られてるんです。というか、うん、まあそのなんていうの、発熱しないと思ってたんだよね、うん、本人が、ね、1回2回が大丈夫だったからっていう理由で。そう、そう、だから別に強制されたわけじゃないんだけど、そうそう、見通しのね、そ、そう、ちょっとした違いだっただけなんだけど、まあでもそんぐらいでもやってるっていうね、うん、すごいよね。だから体大事にしてほしい、ね、大事にしてほしい。スタッフさんマジで大事にしてほしいから。私たちさ、他にさ、なんかアルバイトとかしたことないよね。ないよ、うん、ない。ないしさ、働いたことないけど。ね。だから普通に会社勤められる。わかる。なんかさ、普通の会社がどんなものなのか。会に無理だな。え、わかる。会に絶対無理だよ。どうしよう。本当に。会になんかさ、普通にバイトとかでもさ、あー、落としちゃいましたって言いそうじゃない？わかる。しかもなんかその。
さ、なんか落としちゃいそう、なんかもうすごい全消ししちゃいそう、なんか情報あー出た、全部全部消しちゃいました、あー閉じちゃうみたいな、あ死ねたよ死ねたよ、待って死ねたよ、待って、顧客情報死ねたかけちゃったみたいな、なりそうでさすごい無理だね、待って、それは無理だ、それやばい、待って、シュレッダーやばくない、うん、顧客情報のシュレッダー面白い、え、これもう捨てといていいって、え、こっちだな、あ、こっち、分かる、そういうこと全然ありそうだから、ありそうだよね、分かるわ、そう、天然ハッカーだ、天然ハッカー、ハッカーや、天然ハッカーしちゃうかもしれないです、私もやだな、それは、うん、ちょっとちゃんとセキュリティ守ってもらって、そうだから、なんか自分本当になんか、もしこの NGT じゃなかったら本当に何に慣れてたんだろうみたいな、それはなんかなりたいものはね、それなりにあったかもしれないけど、うん、本当に何をしてた、何をどう生きてたんだろう、確かに本当に気になる、確かにとか言っちゃったもん、いやいやいや、でもね、カイリが普通に働いてる姿ちょっと想像つかないな、でしょ、でもなんだろう、まあでも保育士とかだったら向いてるのかも、なんかその保育士、うん、保育士だとちょっとあれだな、ちょっと責任が伴うななんかそのこうなんだろうな、難しいな、そのなんだろう、ね、たまに学校に現れるお姉さんみたいな、非常勤、非常勤講師、教師的な、なんかその、責任を伴わない子供に好かれるお姉さん的なやつ、なんかの補佐、なんかのサポーター、そう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 とか、そうかもしれない、なんか結局まあやってることは似たようなことなのかも、そのみんなにこうなのか楽しみを与えるっていう役としてはね、そう、私も正直わかんない、でも、ね、なんか何でもできそうじゃない、なんとなく、どう、何だろうな、日野は、なんだろうな、なんかでも室内にいそう、え室内の、室内こうなんかいっぱい移動してっていうよりも室内で、はいはいはい、確かに、あ、学校の先生の、うん、あ、なんか国語とか数学とかじゃなくて、なんだろうな、道徳心理カウンセラー、心理、そう、そういうところだ、心理的な、うん、人のなんか内面的なものを教えてくれる人、そうか、あ、観光スポットの案内してくれる人、あー、はいはいはい、なんかバスガイド、バスガイド、いや、あ、なんかその観光とかの、うん、はい、こちらはみたいな、うん、へえ、か、なんか、あ、まあまあ、なる、何かを紹介してくれる人、紹介、うん、へえ、いや、なんか私結構その同じことの繰り返しは性に合わないから、あ、だからね、わかる、私も性に合わない、うん、だから多分事務仕事とか向いてないんだよね、うんうん、私もそう、多分集中できないから、なんか毎日違う時間に出勤したいな、だいぶ自由だ、自由度高いそう、もうまさにもうこの NGT の仕事なんだけど、うん、毎日同じ道で同じところに、うん、同じ時間に出社できないかもしれない、うん、そうだな、なんか普通のこういわゆる会社 OL 的なね、その社員さんとして働くなら企画とか、企画いいじゃないか、とかの方なんじゃないかなって思う、私は、そうかも、多分経理とか営業とかじゃなくて企画、まあ営業はワンチャンあるかもしれないけど企画とかなんじゃないかなって思う、うん、帰りは、あ、でも案内状はちょっとありかも、帰りが受付、うん、受付案内状、それは責任伴わない、うん、いけるか、まあ、そう、ちゃんと説明できれば、そうだね、嘘を伝えなければ、あ、ちょっとごめんなさい、わかんないですだと思うけどすいません、あっちに来てもらっていいですかって言われたらわかんないけど責任転換しちゃうかも、そう、でも、なんかね、その明るい感じでさ、あ、こちらですねとか言ったらさ、なんか、あ、いいなって思うんじゃない、そういう印象的な業種は向いてそうだよね、なるほど、うん、なるほどね、ね、待って、めっちゃいい時間じゃん、ほんとだ、今配信してた、やっぱさ、複数人で配信するとさ、手間なんだよね、もう2人だけど、なんか複数っていうほどの、まあ、2人、まあ、まあ、今日はね、2人だけどさ、こう普段からなんか何人かでやるとね、あっという間、マジで確かに終わるか、終わるか
もう遅いし。じゃあいいよ、ランキング。オッケー。じゃあ私先読みますね。はい。どうもメガネ三村でしたが、ありがとうございました。ほい。レアレア。男女読みます。13位ハルさん、12位星太郎さん、11位突破球さん、10位日和ゲタさん、9位ヨシさん、8位新一さん、7位ひろしさん、6位市田さん、5位新潟和さん、4位高尾ちゃんさん、3位トールさん、2位まるちゃんさん、1位エルトさん、ありがとう。ギフトもたくさんありがとう。たくさんひののさアバターをみんなつけてくれてる。え、ほんとだ、みんな当たってるってこと。誰の？ひなの。ひなのやつこっち。え、待って、私のファンの方全然当たってないけど大丈夫じゃないんじゃない。あ、着替えてないってことかな、うん、ありがとうみんな、嬉しい。そしてすいません、その2回目これ変わってるってことだよね。うん、変わってると思うよ。すいません、2回目なんですが、10歳ディヤマさん、はい、六兵衛さん、はい、チーム G 大好きさん、はい、こんちゃんさん、すぐさん、古川さん、西田武さん、はやとさん、新潟和さん、高橋大ススさん、絶賛何か、なんなんて言うんですっけこれ、まあ、なんかハンターハンハンターハンティング中のハシーナさん、阿部さん、そして第一は越後さんです。ありがとう、ありがとう。あ、アルカリ乾電池がめっちゃ映ってた全然気づかなかった。アルカリ乾電池めっちゃ映ってた。全然、ね、ありがとう。すごい、今日はマイナジーティーデーということでだし、はい、ひなちゃんと2日間ね活動とゲーム部で一緒だったので、うん、また配信させていただきました。はい、はい、まあね、みんなちょっとね落ち込んでる、ななかさん卒業発表があってね落ち込んでる方もいらっしゃると思いますが、マイナジーティーとしては今後もねツアーとかあるし、楽しいこともいっぱいあるので、まあなんかもうどうしようもなくて寂しいよっていう時はね、あのメンバーがね配信してたりするんで、ショールーム遊びに来てください。ひなが毎日配信してます。はい、毎日配信してます。はい、じゃあ元気になる時はひなちゃんへ。はい、どうだろう、私元気出る配信してるかちょっと分かんないたまにローテンションで、ああ今日はですね、あ、そうなの、そう、あ、見て推しが出てきたとかさ、そういうことは言ってるかもしれないけど、うん、はいね、私たちはね変わらず活動頑張りますんで、はい、変わらず、あ、あのね、ゲーム部新入部員なんで、そうすぐ辞めることはないんで安心してます。そうでした。え、ユナコパターンないですよね。何ですか、ユナコ事務所入って結構すぐに辞めちゃった。そうじゃん、待って、ユナコの事例があった。はい、あの、そうですね、とりあえずないですよね。とりあえずもあったから奈々子さんより先はないそれはもう奈々子さんより前はないと、はい、はい、それは守ります、ね、一旦じゃあそこは安心していただいて、はい、安心してくださいはい、ひなもない、ひなもないです。ひなも何もないです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、またね。はい、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみむら。ありがとう。なんか動きが悪くなっちゃった動きが悪い、これ押せたのかな、ちょっと待って。